ミルクボーイの火曜日やないか。皆さんこんにちは、ミルクボーイ宇都宮です。ももです。 ABC アナウンサーの澤田彩香です。今日も3時までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。頑張りますよ山田さん。ほんまになんかありました、なんか頑張ってなさそうでしたか。頑張れミルクボーイはっていう最後入れてみたいな言ってたけど。でも土曜日ね、山田さんも言ってくれてたみたいですけども、はい、前の土曜日に笑点の、はい、収録行かしてもらいまして、はい、演芸コーナー、はい、で2週分のこう収録やったんですけども、1週目僕らが演芸コーナーで漫才させてもらって、そうそう、2週目か、ま、前かとかは分かりませんけど、はい、山田雅人さんが、ね、あの演芸ゲストで来られてたんで、だから東京のそのね収録のとこでお会いできたんですよ。嬉しかった。そうなんです、すごい。そう、いやほんでもうあの語りのね、うん、芸をちょっと見させていただきまして、ああすごかったわ、ほんまに。東京にこのラジオ山田さん終わって、東京に帰る新幹線でずっとミルクを聞いてるらしいよ。あ、そうなんです、ね、自分のが終わって帰りはもうこれ聞くのが楽しみなんやっていう言ってくれたね、の言うてくれ て、ね、今日も聞いてくれてるのかな帰り道。でもちょっとねショックやったんが、いろいろ喋らせてもらったんですけど、袖とかで山田雅人さんに、うん、はい、めちゃめちゃねこう関西弁の大阪のコテコテな喋り方じゃないですか、うん、山田さんってそういうイメージなんですか、はい、袖でずっと標準語で喋ってめっちゃショックやった俺ほんまに。山田さん東京やとそうなりますか、どっちがほんまなんですかっていう感じでな、めちゃめちゃ標準語で焦点はねつって、あの靴脱がなきゃいけないから裸足なんだよねみたいな。これ山田さんかって思う。いやいやそうやな、めちゃめちゃもう全くノー関西弁で、あ山田さんダブルピースどっちがほんまですか、ブースの外に、いや山田さんその標準語でしたよね。大阪弁に行ってください山田さん。ちょっとあスタジオに来てくれるの？こんな山田さん。いらっしゃいませ。聞いてありがとうございます。俺ね。終わってないんかなと思って。いや俺ほんまね。びっくりした。聞いてる人。ミルクボーイ大ファン。毎週聞いてんねん。いやそれね帰りの新幹線で聞くねって言ってくれ嬉しかったです。ありがとうございます。こんな申請が出てくると思えへんかった。いやいや。ほんまですか。ほんま。俺笑点の時もな、袖で思いっきり笑ってて。ありがとうございます。もうなかなか。バカ受け。いやちょっとね、だからでも雅人さんが標準語やったんですよずっと。そうやで、今これじゃないですか、僕らのイメージこれなんですよ、そうやでっていう。いや語りをやるために標準アナウンス教室行ったのよ、はい、ああ勉強したのよ、はい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 、ほんでトガキは標準語やねん。いやそうなんですよ、僕らと喋る時も全然関西弁出てこなくて、うん、焦点はその靴を脱がなきゃいけないからね。そんなこと言ったの、そんなこと言った、それが失礼になっちゃってるんですよ。僕メイク室入った時もメイクされてて山田さんが、どんなやったで後ろから入ってておはようって言われて、僕一瞬誰か分からなかったんですよ。おいおいおい、だから鏡越しやしこっちも、おはようっていうこのおはようっていうその感じと山田さんのその僕のイメージが合わなくて、おはようみたいな、ミルクボーイ君みたいな言われて誰一瞬ほんま正直だだだだ悲しくんで、あ山田さんやと思って、そっから喋りだしたらそこは関西弁混じってたんで僕は分かりましたけど、いやもうだから東京の時はもうさすがね関東弁になってるんです。君らほんま話膨らますのうまい。いやいやいやさすがやわ、そっちでしょ、びっくりしたんですよ山田さんですよ。俺ただ挨拶しただけやけどもう俺がおもろなってるやん。いやいやいや、ずっと標準語でしたよ、はい、ほんまに。俺家族でファンやねんで。ありがとうございます。北海道の娘までラジコで俺のラジオ時間とミルクボーイ聞いてる、世代やねんやっぱり。なるほど、そんなことになってるんですね。角刈りでいつも生放送してますいうね、はいはい、あのコマーシャルも好きやし、あれもタイムフリーで巻き戻して聞くぐらいね。あれ聞きたい人いないでしょ。いや面白いね、あれだミルクボーイ言うだけでおもろいね。いやー嬉しいわ、ほんまにね、もう一緒にご一緒させていただいて嬉しかったです。俺ねこのあのねミルクボーイが来てくれ、はい、今おときめくミルクボーイがね俺の楽屋来てくれてね、はい、いやあの ABC のつながりでねこんなとこでお会いできて嬉しいです、はいはい、俺涙出そうになったもん、仲間やと思ってくれてんねや思って。仲間、いやもうめっちゃ嬉しかったです。でもなんかめっちゃ嬉しそうに笑顔でこう来てくれましたもん、うんうん、はい、それやのに袖でずっと標準語で、ああ焦点東京に対してあれですか、そんなこと言うた俺は標準語やみたいな。いやそんな俺標準語喋ってた。いやほんまにもう靴下だからねみたいな。もう衣装着替えてるじゃんみたいな言ってました。僕らが衣装でリハしてたら、もう衣装着替えてるじゃん、僕これまだ私服だよみたいな。そうそうそう、僕っていうから、ね、ずっと君だと絡みたい、僕はねみたいな。これどっちですかお嬢さん、こんだけ話をしてるのこんだけ面白くしてくれてんねん。いやいやほんまです、びっくりしたんやから。いやいや今日安心しました。安心した。いや俺はね、あの標準語やったらどうしようも二刀流やねん。
大谷翔平いわゆる栄養に栄養に栄養にどんどん突っ込んでどんどん突っ込んで突っ込みやすい先輩やろ。めちゃくちゃ俺今までに絡みにくいタレントいうレッテル貼られてて、やっとこの今ドキ吐き出るようになって、はい、お山田雅人さんって気さくやんかっていうね、はいはい、そんなイメージですけども、あ、いや、あ、昔から好感度、はい、僕はあの小さい時から見てて別に 何が絡みにくいですかね。こんな絡みやすい人いない。なんかポーカーフェイスでええなそれ。それええですか。また漫才やってる時とは違うトークやん。ああでもそうかもしれないですね。俺一回この空間に入りたかったよ。ああ嬉しい嬉しいよ。本望叶ってるわけですね。もういやこれミルクボール入れんのちゃう。俺ミルクボール言うてました。何ですかね。ミルクボール言いました。全部嘘ちゃうか。ごめんなオープニングの貴重な時間に。いやいやいや嬉しい。これ夏が終わったと思えないぐらい喋ってますね。じゃあ俺ずーなんですね朝から。家でもずっと喋ってる、うん、で家族に言われんねん、三沢保育園に通ってるでも嬉しいわ、こうやって交流ができて。いやいや語りがすごい、すごいですね語りほんまに。あすごい、もう皆さんお客様入り込んでましたよ。そう、あの巻き込み方ジャンル漫才とかの全然ちゃいますね、うん、いやあれな、はい、そんなにおもろない人間やからあれを編み出したわけよ。あれ木村みたいにおもろかったらあんなんやってないから、はい、いやいやあれすごいです、すごいですよほんまに。そう、はい、あれいい組み合わせやったな。ミルクボーイが大爆笑を取って、はい、後から俺が出ていくっていう。そんな受けてないわ僕ら。受けてなかった。受けたよどんだけ笑っとったらやめてくださいほんまに。そんな受けなかった。いや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 、あれ評判やってて、さすがミルクボーイや言うて、そんなことないでしょ。ほんで俺が出たやろ、出やすかったんや、はい、取ってくれてるから。いやいや枕なし。メンバー的にね、人が美穂さん、美穂さん、美穂さんやんこれ。いやいや、めちゃくちゃやもう。あのね、自由に入れるんですかラジオって。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。あのね、山田雅人はね、カッコつけてる時標準語なんです。わーですよね、入りますよね。カッコつけてたんやった。つけてない、俺違う。だから ABC でも湯の目プロデューサーと喋る時は領収書はどこへ置いとけばいいですか。さあ帰ろうか。帰ろう帰ろう。ほんならミルクボーイ、あの応援してるからな、今日からもずっと俺はミルクボーイの一員やから。頑張ってな。ありがとうございます。またね。じゃあ、いや今度ほなまた一緒に舞台できるやん。頑張ろうか。ほなら頑張れ。今はじゃあありがとうございます。関西弁。ありがとうございます。今は関西弁でした。カッコつけてなかったね今は。いやどうなるか思いましたけども。三沢さんがすぐ手綱をすぐ引いてくれて、すぐ帰ってきました。帰れでって言って。すぐに帰ってくれに来たんやね。すぐ帰ってくれた。嵐のようにねえ、あすごいほんまに。だからよかったです。謎が解けた。だからもうね、こう ABC ラジオお聞きの皆さん、また見てほしいですよね。その2週連続ね、そうやね、山田マスン僕やってますんで放送日とかはまだわからない。なんかちょっとすぐやった気がするね。そう、5月中です。5月の、うん、ほんまに半ばとか。はいはいはい。じゃチェックをしておいたらいい感じ、ね、お願いします。そんな別に受けてはないのにこればっかりはほんまにそればっかりは。今回ね、いや謙遜はそんまに来なかった。ちょっとねあるんですけど。そうですね。そのもちょもちょしゃべんないリアルでしょ、もちょもちょ加減が。確かにいいんですよ。ゴールデンウィーク終わりましたけども。いいんですよ。それ見ました、ね、ドラマチック偽結婚ラブ見てない。サーディは見てない。中国の縦ドラマ。すいませんちょっと。はい。だってお休みがちょっとあったやんか。いいね。だったから。そうですね、3連休ありましたね。何しようかな、なんか、はい、特にすることも決まってないから、はい、見れる時間はあるんです、ね、中国の縦ドラマ。そうなんですよね。でもなんか、うん、どうしようかなと思った結果、あのファミコンゲームのマザーにマザーな今やったことがなくて、私1、2、3とでやりたくなってちょっとマザー始めてもうたんで。ああでもおもろいって言いますね。でもほんまにこれに関して僕ほんまになんでやねんとも思わないです。別にまあそうやろなって別に見ても選手も言ったけど見ても見んでもええし。いやだからもしかしたらマザー行く前に、はい、例えばそのちょっと任天堂スイッチの調子とかが悪くて、あマザーできへんやん、あじゃあ偽結婚ラブ可能性もあったんですけど2番手やったんや。絶対勝たれへんで、スイッチには勝たれへん。15番手ぐらいやからそのドラマチック偽結婚ラブ見てないんサーディ。え見たんですか。見たよ。ええ見たやん。ってなんでそんな驚かれなの。絶対見ないと思って。いや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 、そう気になるやん。あんな言うてたら。あんな言うてたら。いやでもまだ全然やで。そのほんまに課金もしてない。課金はしてないで。じゃあ5話はね。5話じゃない、9話。あそんな見れたっけ。うん
無課金で。そうなんですね。そう。見てた。そうなんや。いやいや、どんなもんかなっていうことで、ね。あの上野園さんが、だからその天の弱上野園さんが言うからやろ、うんうんうん。気になるやろ、あんだけ言うてた、うん。そうそうそう、あんだけ。今週一切言ってないからね、俺今週も、俺喋れると思って。昨日のボンカでも話、あれ見たとか話になると思ったら、一言ももう、俺喋らどの字も言ってない。そうですね。ドラマチックのどの字も言ってない、ほんまに。私も聞かれるかなと思って、ちょっとドキドキしてたでしょ、うん、で、あ、どうしよう、見てない。ごめんなさい、マザーやってたとか思いつつ、うん、あれ聞かれないみたいな。そうやろ、はい、もう飽きてるやん、自分では飽きてるらしい、ね、そんなに、そんな言うてて。いや俺ほんまにそのなんかこう昨日もね井上尚弥選手の試合とか、はい、その前もボクシング世界戦続けてあったからさ、そんな見れる時間はなかったんやけど、どこちょっと見たよアプリを撮ってドラマボックスを撮らな見れへんねんな、あれ TikTok、ね、TikTok もやってないからさ、はい、それに TikTok 入るも嫌やし、まあ、このタイミングでな、そうやったらアプリ撮って無料で見れるとこまで見ろかなと思って見たら、もういきなり始まって何あれほんま全然分からへん、最初全然分からへん、そのテロップもな、テロップっていうか字幕も出んねんけど、うん、で人の名前とかも出んねんけど一瞬で消えるからさ、誰誰って、しかも中国語やから漢字が多くて誰誰って全然親切じゃない、誰誰の弟みたい出んねんけど、その一瞬でパンって消えるから何か全く分からん、何に行くのか、もう誰なのか、ま、た名前なのか中国の場所の名前なのか何なのか全く分からへんまま、でもいちいち止めてそのなんか、うん、な全部入れんでもええかっていう感じで、でもどんどん進んでいくんやけど、まあまあ見てたらわかるわ、あ、うん、なんとなく、あ、この人がこうなんやなっていう立ち位置とかは分かってくる、うん、見てたら、うん、なんとなく分かってくる、うん、そう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 、ね、お嬢様だからあれよ、別に見ても見んでもええって俺が言ってたら分かるよ、見ても見んでもええ怒らないこれはけど気になる、あら、気にはなる、どだからもうずっと毎回ほんまにお嬢様かお嬢様じゃないみたいな、俺らの漫才みたいなな、うん、あ、そういうことですか、本当はお嬢様なのよ、ほんまはお嬢様、でもお嬢様やけど、なんかスクーターみたいなの乗ってんねん、逆にそうそうお嬢様すぎてなのか、一般人に溶け込みたいなのか、うん、なんか、うん、あえてのスクーター、うん、だからお嬢様やと思われへんの、お嬢様なわけないだろうみたいな、みんなに言われんのよ、いやね、お嬢様でもお嬢様なんですみたいな、でこのスイートルームの鍵を持ってるんですみたいな、ね、でならでもお嬢様なんかね、スイートルームの鍵の色が違うみたいな、なんかゴールドとブラックみたいな、なんかそれよりすごいのを持ってんねん、お嬢様やから、そうか、うん、でもそんなスクーター乗るやつがそんな持ってるはずない、偽物だみたいな言われるんだけど、ほんなら開けてみましょうとか言って部屋の前まで行くんやけど、すぐそのお嬢様が別にピッてやったら、その話やのに、なんか相手のなんかライバルみたいなやつが、私の方がお嬢様よみたいなんで、なんかこう、なんかじれったいのよ、すごく。そう、うん。で、なんでそのほんまのお嬢様っていうのを、その周りの人が誰も知らんかっていうか、だから手が届かんぐらいお嬢様っていう設定らしいねんけど、それが永遠にずっと行くっていう。90俺90話でも見たからな。あ、感想。感想しましたよ、90話。言わんといて。上野さんとその話をしようと思ったら、一個も見てない、あの人が。上野さんは越してしまったの？もう越したよ。一個も見てないんですから、上野さんが。上野さんは先週から止まったままってことですね。ほんまに。まだ二十何話で多分止まってる。俺だから課金しようかなって思ってるけど、一週間やねんな、あれな。1週間2200円だから、この1週間で見れるかどうか分からんから、うんうん、自分のベストな1週間で、まあでも見れるで、3分やから1個3分で、でもずっと携帯をそれに占領されるわけやんか、ああまあね、でこうお嬢様かどうかってでバンバン行くで、ほんまにすぐえもう終わりみたいな、あのもう見るしかないかっていう、まあ、字幕はおかしいで、字幕はおかしい、まあまあね、うん、翻訳ちょっとおかしいとこある、うん、ザー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 うるさいなとかなんかそのまま翻訳しましたね、そう、うん、なるほど、見た方がいい、ホラーを吹いてとか、ホロを吹いてとか、なんかもう結構あれやで、でなんか縦のやっぱドラマやから、その出てくる人もめっちゃ少ない、ほんまに最後まで同じメンバーでずっとやってるっていうあれ以上ほとんど出へん、あんまりあれ以上あんま出へんし、そうなんや、で何やろな、辻褄手ぶらやったのにめっちゃ荷物取り出してくれんっていうシーンとかめっちゃある、なんかあなた手ぶらでしたよねこれがあるのよ私はっていうの、これがあるのよ私はっていうのがどんどん出てきて、あれそのカバン的なやつ持ってたとか私これ持ってますよとかめっちゃ気になって、体の後ろからどんどん出てくるんで、なんかこうなんかそういうとこある、アラインは、まあ、でもそれも踏まえて可愛いし、なんか面白い、そうそう可愛いね、なんかもう作りが可愛いって、その子じゃなくてそのドラマとして可愛い、なんかへえ、で最後まで俺行ったの90話まで行って、すごい、それ完結してるの90で、でもほんまにお嬢様お嬢様ちゃう、お嬢様お嬢様ちゃうをずっと繰り返して90話まで繰り返して、もうお嬢様確定せえへんの途中で、まあまあほんでまあまあ最後
まあ、ちゃんとそれで終わんねん、一応終わんねんけどな、ちゃんと、うん、で終わって、ほんまに余韻が7秒ぐらいで次の偽りのお嬢様を分からせたいというドラマがすごい始まってる。もう何の世界か分からなかった。何のエンディングもなく、エンドロールとかもなく、なんか振り返る、一瞬7秒ぐらい振り返んねんけど、まあほんまでも7秒ぐらいは振り返る。7秒なんや。振り返っていつものあのドラマ、その3分終わったらパーンって消えるやん、消えて次の輪に行くっていう演出なんですけど、はい、その同じ最後の90話でも3分終わったらパーンってなって次のなんか続きかと思って、俺なんか最初でタイトル見たら偽りやし、なんか偽りのお嬢様を分からせたいっていう、あっちゃうやつやったっていうのが始まって、余韻に浸ることもなく、余韻ないねん、それがな、まあそれが良さでもあり、だからこう昔からのドラマとかを知ってる人からしたら余韻欲しいなっていう、でもこれが新しいドラマかもしれない、人と喋る時間なんか与えてくれへんよ、そういうことですね、うん、振り返らしてくれへんし、ほんまにあれってこういうことやったんとか言ってたらもう置いてかれる、もう完走してようやく、うん、ゆっくり喋れるって感じです。そうね、90話まで行って、でももう覚えてないしな多分、その前の、そうか、うん、まあでもずっと展開はそのお嬢様かどうかっていうその人お嬢様だっていう人が足元から現れて、ズーンって縦やからずっと一人ずつしか映されんから、縦ドラマやから。でもあれその人は、俺まだ9話やけど、お嬢様やったらどうすんねんっていうぐらい罵られるのよ。そう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 、そのホテルのスイートルーム今から泊まるって言うてるのに、お嬢様が、その従業員とかがなんか、お嬢様なきゃないでしょ、しっしーみたいな、お嬢様やったらどうすんのっていう、ずっとずっとされて、で偉い人が出て、お嬢様だよその人はって、その召使いみたいな人は、すいません私がバカでしたみたいな、自分でこうビンタするみたいな、自分でビンタして、私がバカでした、お許しをみたいな言ってたのに、ほならもうお嬢様やん、ね、ほなそれはもうお嬢様やん、でもその何話後かには、何話後かにはまたあんたねみたいな感じになって、忘れてもらってる、なんで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 、あれどういう作りなんやろな、何時間で撮ったのか、どれぐらいの期間であの撮影をしてるのか、一日で撮ったかもしれないとか、ほんまにそういうやつね、分からんやつ。いやそう聞くとなんか、でも別にほんまに見んでもいいさ、マジで見に、マジで見に、今のが全てやから、今言うたのが全て。で無料が9話まであるんですね。そうか、9やったかな、9で、ええー、とこやだから、ホテルの、今俺はホテルの部屋を開けるかどうか、開けるかどうか、お嬢様じゃない、俺はそこ次見てないか分からんけど、お嬢様、私の方がお嬢様やっていう女がおるんやけど、その人がほんまにお嬢様なんか、そっから面白くなる。あ、上の方から。そっから、そっから面白くなる。だから、なんかカバンをゴソゴソしてんねん。カード、キーがないないくせに。ああ。だから、それはでも一個山場やわ。そこ、カバンゴソゴソして、その偽お嬢様が、カバンの中にカードキーがないのに、うん、スイートルームのあるはずって言って終わるんや。字幕で出たけど、5分ぐらいそうしてるじゃないって言って出たんやけど、いや、それもう言えよと思って、その、5分もカバンゴソゴソ、そうそうそう、部屋の前でしてたら、あ、お嬢様ちゃうかなってもう。そうやな、そっから、あ、そっから最初、うん、おーっていうのは1個あるわ、その後。だから課金した方がええかも。いやいや、そんな、課金2000円やで。うん。まあ、それか俺、方式で70コイン1000円1回課金してみてもいいじゃん。それでも足りんかったら。70コイン15万しか進まんから。いやいや、それは気になるわ、そっからも。それでもそこでもちょうどいいとこで終わるから、結局。まあ、ずっとちょうどええとこやから、あのドラマは。ええようにできてんねん。だから行かなあかん、ね。でも怖いですわ、私も。一個踏み出すと怖い。なんかもう行ってしまわなあかん気もするし。まあまあね。うん、でもほんまにマザーやってる方がいいと思う。ほんまにそれやったら身になる。昔のゲームやってる方が絶対身になるし。まあまあでも。そうやな、別に新しい発見とかはないな。あ、ない。お嬢様かどうか。お嬢様かどうか、うん。まあでもそうだね、女性目線のその感想も聞きたいっちゃ聞きたい。別にサワディが見て、あ、こうでしたね、意外といいですねみたいななのか。ああ。ハマりますねなのか、ハマらないですね。でもなんか、なるほど。どういう感じかは聞きたいのは聞きたいけど。俺はもう次の偽りのお嬢様を分からせたいっていう次のステージ行ってるから一緒やろそれも、わけ分からんねん、同じ、ほんまに同じ、同じ撮影場所ちゃうっていうとこで、偽お嬢様のことじゃないんですか、そのそれはでもカードをカバンで探してた人の話じゃないんですか。そうでもほんまにそれぐらい同じような人が出てて同じような円卓の、まあ中国が舞台やからなのか、あの金持ちはこういう大きい丸いテーブルでこう食事会をするみたいなとこがシーンが多いから、同じとこちゃうんっていうとこでなんか撮影が始まってでもよりちょっと登場人物が大なってて今度はムズなってるかもしれん。ええー。偽りのお嬢さんを分からせたい。たね、そう今
それの8話ぐらいまで。あれ？そのオートで進んでから3分3分3分でオートで進んでから。でももうあれじゃん、課金1週間過ぎてんじゃん。でも多分あれな、自分で止めな、もうずっと行くわ。俺多分今日の夜かな、多分月曜日上野さんさんに言われて、昨日の晩か、うん、課金してるから、ほんまやったら先週の月曜の晩に課金してるはずやから、今日ももう全部鍵のマークなかったから、多分もうオートでこう自分で止めな、あ、え、行くかもしれない。じゃあまた追加で2000円払ってる気がする。え、解約せなあかんってこと？わからない。でもそのアプリ側にアプリそんなんちゃいますって言われたらあれやけど、俺別にスタートして1週間やなと思ったらもう見れへんわと思ってた俺も。だから1週間以内にドラマチックな偽結婚ラブは見とかなと思って見終わったのよ、はい、でも今日、のだから今日の夜には絶対切れてるはずやね、ほんま月曜晩に1週間で言うたら。 でもまだなんか進んでるから多分次の2ウィーク目が始まってるかもしれん。わ、1年もあんねん。え、2万やったっけ、3万、うん、2万なんぼ1年無料。うわ、そうなんや。そのあと1年の方がええやんって鳴らすために2週目が始まってる可能性はあるな。どうしよう、駒場さんがそのうち1年、結局1年年間契約まあな、これはほんまにどうやろう、このゆかを聞いてる人も見た人おるんかな。確かに。でもほんまなんか、ほんまになんか電車乗ってる時とかやったらちょうどいい一瞬で時間経つと思うな、ね、へえ、うん、3分やから、ね、1話。やっぱ気になってきたな、1週間経って。じゃあ無料のとこぐらいまで行ってみたら。わかりました、うん、ちょっとじゃあまあまあ、もしいけど、まあ、そこまででも言うてももっとどっちでもいい、30分ぐらいやからぐらいですもんね、うん、なるほど、どっちでもいいです。了解しました。こんな珍しいドラマなんや、どっちでもいい。さあ、はい、ではテーマメールなんですが、はい、今日は山田雅人さんの話からですかね、はい、かっこつけた話いただきたいと思います。あれはかっこつけてたんやな。あの時のちょっと焦ってる山田さんがなんか素敵でしたね。可愛らしかったです、うん、ぜひ皆さん、かっこつけた話お待ちしております、はい、メールは mb@abc1008.com mb@abc1008.com ファックスは06-6451-1000。番組で紹介したお便りの中から抽選で番組グッズをプレゼントします。そしてこの後1時20分頃から今週はコレアガナ、今日はですね、元銀行員と元消防士の異色コンビ、シャカトラさんが登場です。そうやったんや、全然知らんかった。なかなか興味ある ね気になりますね。いろいろお話聞いてみたいと思います。はい、また番組では X、旧 Twitter もやっております。ぜひフォローしてハッシュタグみるかよひらがな4文字でポストしてください。それではミルクボーイの火曜日やないか、3時までよろしくお願いします。ニュースどうなってんねん、それは。このコーナーは金福明太パークがお送りします。1週間で起きたニュースをピックアップ、ミルカヨメンバーが一緒に考えるゆるめのニュースコーナーです。まず最初のニュースはこちらです。靴下は裏返し洗濯で長持ちに、メーカーがズバリ回答。靴下屋などのブランド展開で知られるタビオの公式 X が、靴下を裏返しで洗濯することで長持ちすると説明し話題となっています。その理由は落ちにくい皮脂が裏側に多くつくためと、裏側は基本的に伸縮性を出す裏糸と呼ばれる化学繊維を多く使用した面であるため洗濯のダメージが比較的受けづらいからということで、投稿に対し、そうだったのか、なんとなく裏返し洗いで生きてきた人生が肯定されるとはといった声が寄せられています。これは意外、意外やな。裏返し洗濯、いや、ちゃんと理由が、裏返しなんかあかんみたいな感じで思ってたな。なんか裏返し洗濯ちゃんとやって洗濯しといてよみたいなさ、めっちゃ怒られたで今も。そうやね。あ、そうなんですね。パンツとか靴下とかも、親にも怒られたし、 T シャツとも脱ぎっぱなしじゃなくて、この着るような服の状態で入れといたら畳むとき楽やんっていう。でもそれは思いますね。そうそうそう、パンツの裏返しとか靴下裏返し脱いだらこう絶対裏に
行くんやが長い靴下で、はい、そのまま入れてんのわかんねえっていうイメージだったな。よかったんや。どうなの。でも汚れとかもはどうなん。例えば白い靴下でさ外側汚れるやん。そうですね。それよりこの落ちにくい皮脂のがあれなんちゃう。よりってことなのか。落ちにくいんちゃう。もっと裏返してても表側の面のそう靴下の汚れは取れるけど皮脂は裏返しちゃったら取れへんみたいな。中に入っちゃうみたいな。なんか昔学校の時とかめっちゃ汚れてたやんか。汚れてた。白い靴下。そうですね。あれなんか石鹸で洗ってさ取ってたけどな。なんか泥とかやったらなんかね。そうやな。泥取り用の。前のとまたおしゃれな靴下とまたちゃうかもしれんけど。へえ。なんですね。言うてみよう帰って奥さんに。裏でええねんぞ言って。だから。怒られるかな。そやな。そんな言い方せんやな。裏でええねんぞこれ。そんな。ペアストレッチしてるぐらいやからその裏でええねんぞ言わへんやろ絶対返さへんぞこんな外で強そうに言うてるけどめっちゃ優しく言ってそうですね。すごい。でも肌着は全て裏返して洗った方がいいですともタビオさんがつぶやいている。なんてなんて肌着。肌着は全て裏返して洗った方がいいです。だから靴下だけじゃなくてやっぱりパンツ、はい、あインナーとか、まあ、な汗がシャツとか染みてんのはそっちやもんね。こう畳むときな。そうなんですよね。面倒いよなそれって。靴下もそれが面倒でちょっと私そのまま入れちゃいますよね。その脱いだのからちゃんと裏返しから表にして入れるっていうこと。とか脱ぐ時点で私裏返しにならない。あ普通に先から引っ張る感じ、はいはい、スポンっていくからか。だからそのまま入れてしまうんで、うんうんうん、通常状態。あ、はい、まあね確かに俺もめっちゃ靴下浅いから裏返しにならへんねんけどな長い靴下の場合ね。あんなはかんでええでほんま。浅靴下自分で作ってるからね。浅靴下は朝履きのやつ自分で切ってより浅くしてるからじゃあそれさハサミで大きく切って今もそれ。あそうやで。あれそれ言うてなかった。いや多分ミルカヨやった。ミルカヨ多分イメイクですよこれ。サワディの時じゃないんか。あチヒの時かな。あそう、自分でこのもともと浅いけど、それじゃあ衣装の靴、はい、スリッポンみたいな靴から靴下が出てまうから覗いてまうからそれが嫌やからもともと朝履きを買ってさらにハサミで切ってより浅くしてる、ま、それ糸ピーとか出てきてる。そうやね。これが出るね。出るよな、うん、ちょっとな。やったことないかられてまうみんな分からんでしょ意外と出へんで、意外とあとめっちゃ切ったらほんまに爪ぐらいしか隠れへんぐらいになるから意外とそんな切らんでもあ意外と浅なるっていう、まあ、伸びますしね。8ミリぐらいちゃうかな。8ミリ。1センチも1センチも切ったらもうだいぶ伸びてかかととつま先だけの靴下になっちゃうの。俺それ何回も失敗したよ。いやそれ靴下って言わんのよ多分。想像で想像中敷きや中敷きや中敷きレベルになってまうねそれやったら。でもつま先に引っかかなんかすぐ靴の中でぐるってなるの嫌やから1センチ切りすぎやなって言うで、ほんま 7,8 ミリだけ気持ち切るだけで伸びてちょうどいい朝履きになれる。すごい研究の成果が。だからあんまひっくり返るのはまあそもそもあんまひっくり返ってもすぐ戻せるっていうのもあるんだけどな。どっちが裏か表か分からない。それゴムついてるから分からない。かかとにゴムついてるからちゃんとそんな短いやつ止まるゴムついてるからそれで分かんないけど。でもホストコもこれ書いてるよ。ホストコどこを洗濯バサミに止めて干すのが正解か、つま先部分なのかゴム部分なのか。確かにそれも分かれそうですよね。これあーでもつま先ちゃんゴム伸びそうやもん。なんかそうやん、うん、でもこのタビオさんはゴム部分を挟んでもビロビロになりませんって書いてる。なほなこれ衝撃やね。絶対つま先出てたわ。でなんやったらつま先の方が洗濯バサミ跡がいかんしいいなと思ってた。あ分かります。結構跡いきますよね。あの跡がめっちゃ残るでしょパチって。あのホッチキスみたいなちょっとこう横線みたいな、つままされたっていう跡が残るんで、つま先やったらそれ別に残っててもええから。あ見えへんから。見えへんからと思ってたわ。別にゴム部分でもええらしい。へえ。なんならそのつま先やと靴下が2つ折りになって濡れた繊維同士が、うん触れる。なるほど。から乾きにくい。そこがこう空気が通らんか。そうなの。通りにくい。しやすい。ええー。おすすめしませんということです。え、ほんなら？どっち？結局ゴム ？L 字の足首の部分。ああ。どこがどこなんやろ。ベスト。L 字になる前側の部分。分からへんこれ。まあ、つま先？
L 字がだからあれか、L 字が靴下が2つ折りになるから濡れる板同士が触れるからあかんってことか。 L 字になる足首の L 字になる前側の部分を止め、はいはい、でも前側って布1枚ですよね。前布1枚でも朝巻きやから。でもこれはあれやね、これはL 字ないですもん。これに反対意見反対やからあかんってことね。だからL ね、このちょっと文字が全然なんか入ってこないこのこのなんかこの出してくれた資料の絵描いた靴下の絵描いた靴下の絵描きますね。ここがあかんところでしょ、このポイント。ここの L 字のここを止めるのが2つ折りになって、だから触れちゃうから、だからつま先で結局いいんちゃいます。足の甲とちょうどその足というか足首のその境目、そう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 、を止めちゃう。だつま先でもゴムでもあかんと思って足の甲と足首の間を止めちゃってる人がいて、うんうんうん、それどうなんですかっていうのをタビオさんに聞いたら、それは靴下が2つ折りになって触れちゃうから乾きにくくなって良くないって言ったんや。あ、そういうことね。結構トリッキーな。この資料のなんか文字が全然入ドラマチックな偽結婚ラブぐらい入ってこへんやろの字幕ぐらい入ってこへん。あれ見てからなんかおかしなって思ってるかもしれない日本語の読みにくい文字の読み方が。あとあれのドラマチックな偽結婚ラブで曲4曲ぐらいしかないねんけど、全部シリアスな時の曲とハッピーな時の曲となんかちょっとほのぼのした時の曲と、はい、のシリアスな時の曲が、はい、そうってあれ映画のそうっていうあの SAW 怖い、ホラー映画の、スプラッター系のやつですね。スプラッター映画の、はい、あれのジクソーっていうあの、はい、人形ピエロみたいな人形が出てくる時の音、デデデンデデデンっていう、わかります。いやそうは全部見ましたけど、はい、デデデンデデデンデデデデデンっていう音がドラマチックな偽結婚ラブのシリアスな時の音と一緒、全く一緒。あんなんええのって思ったなんでええのかなと思った俺その層がめっちゃ怖かったからめっちゃ覚えてるその歌。ほうほうほう。それの時の怖い音とドラマチックな偽結婚ラブのシリアスな時の層と全く一緒。あれなんええんかな。そんな怖いキャラ出てくんの。別にあのドラマチックな時は出てこへん。でもその何よみたいな感じにちょっと鳴ってる時のシーンの音が多分もう9話でも出てるはずやで、その歌。へえ。そうだからなんか全然出てない男の人が怒鳴ってる声がずっと裏で流れてるみたいな、あれ何？え、怖い話。ああ、 BGM でなんか声付きの BGM がある。あるあるある。あったあった。バグ？いや、あったあったあったけど、それその時しかないと思う多分斬新ですね。いろいろ改革しながら進んでて90話まで。分からんねん、なんかいろいろ気になるやろ。いや、すごい。ニュースに入ってもまだそうやねん、そう、もう取り越えねん、続けてるこのドラマチックな、ね、結局そうなん、なんかハマってけど、なんか、そうやな、ハマってはないね別に。いや、でもこんだけ話題になるって、これは良作ですよ多分こんな言うてる、そう、もう大成功ですもん。でもハマってるとも思われたくはないんやけどな、なんかそう、別に気にもなってないし、葛藤してるし、常にどっかにはあるって感じだね今。すごいな、まあね、わあ、そうなりたくないな。いや、でもサーフィンも見て、こうなったら見てほしいけど、別に見んでもええこれだけはほんまに、ね、そう、ほんまに見ない。うーん、なるほど。これ意外やわ。靴下を裏返して洗いましょうという話ですね。半年以上履いてゴムが伸びるのはそもそも寿命。なるほどね。あ、もう履きすぎてんねや、もうな、半年以上。あとボクサーパンツもそうなのかな、ゴムの方を別に干しても伸びひんっていうことなのかな、これゴム靴下だけの問題なのかな。あ、足入れる方から干した方がいいのかとか、逆さまにする状態で。あ、基本この腰の方を洗濯バサミにする。確かにそれでゴム伸びひんのかなと思ってたんやけど、別に伸びひん、まあ靴下に限ることなのかな、それと。なんか強度がちょっと違いそうですね、ゴムの。そう、靴下の方がきつそうですよ、うんうんうん。ボクサーパンツもらった時に、その洗濯バサミに干したくないから、ちゃんと物干し竿にこう、タオル的に干したりしたけど、その方がいいのかと思ったけど、まあ、別にそんなあれか、そんな問題ない。まあね、そんな、だから何年も履くもんじゃないんやろな、もともとがな。あ、まあ、そもそもは消耗品というかね、ある程度使ったらもう帰ってくるもん、ね、でも大人だったら穴開けへんね、靴下あんまり。あ、確かにそれはそうですね。もっと子供の頃穴開けてるな。体育館とか行かんしな。うん、穴開けへんね。確かに。薄なってから粘るね。ちょっとレースみたいな。レースみたいになってから粘るね。そっから行かんね。まあまあね。というニュースが意外でしたね。はい、ありました。
では続いてのニュース参りたいと思います、はい、続いてはこちらです。結婚式の祝儀、20代の 64% が高いと回答。結婚式場サポート事業などを展開するリクシーの調査によると、20代の 64% が結婚式のご祝儀が高いと感じていることが分かりました。ご祝儀の金額設定が世の中の物価・給与と合っていなさすぎる、お祝いしたいだけなのに社会的に3万円と決められてしまっているのが謎という意見が上がっています。なるほど、そうか、そういうことか。ご祝儀、まあなんか結婚ラッシュとか続いたらそう思うかな。お祝いしたいだけなのに3万円と決められているのが謎。なるほど、確かに続くと、続くとね、あとは思う時期もありましたけどもね。まあ、どうなんでしょうねこれ。別に嫌ってわけじゃないじゃん、高いと思うかどうかだけで言うたら。あ、ただこのアンケートだと参列者として嫌だったこと、困ったことランキングの1位です。へえ、まあな、まあまあ俺らもその芸人でバイトしてるときは、まあ、そう困ったって言われたら困ったけどね。でもお祝いやしなという、うん、そうですよね、なんか不思議にあんまり思ったことはないです ね、 そうね、結婚式とかしない人とか増えたりとか、自分してないのにとかいう人がおるからってことなのかな。まあシンプルにやっぱり物価が上がってるのにっていうのはあるんですかね。あ、確かに。これもだからほんまに1時間ドラマ見られへんっていうことで一緒か。その3分でもドラマをしたり、ドラマチックニセ結婚ラブともう一緒。また今の若い世代はそういうことだよね。またニセ結婚ラブ、長いドラマ見られへん、3万の収益高い、全部関わってるやん。もうということやね、もう今の世代は。だからあの時間も長いんじゃん、長いと思う。そうそうそう、え、披露宴って2時間とかですか。2時間ぐらいですね。ですよね。まあでも大体伸びるしね。そうですよね、押しますもんね。巻いたら嫌やしね、披露宴なんか盛り上がってないみたいになるし早なったなっていうのは嫌やし。でもそうやな、でもなんかこれ3万円がもろにその新郎新婦に入ってると思うから高いんかなという気もするけど、別にご飯があって飲み物があってとか場所代があってとか、俺やって思ったけどな、自分が結婚式あげて、あ、別にそんなそのこれでめっちゃプラスやんとかそういうことじゃないんやなっていう、ほんまに一個一個一花なんぼとかし、一テーブルの一花がいくらとか、結構細かいんですよね。めっちゃある、これはこれもそうなんやみたいなんで、延長したら延長10分なんぼとかあるから、別にだからってめっちゃ残るなとかそういうことじゃなくてやねんけどな。だからでもどっちもどっちなんじゃん、別にほんまにこれさ、別にもらおうと思ってやってるわけじゃないでしょ。そうですね。いや、そうそう、ほんまに。でも別に、1万やったとしても別に何も思わんというか、何も思わん、ありがとうやしっていう、何も思わんけど、何か思われてんちゃうかと思うから嫌ってことなのかな。そうですね、1万やったやんって開けて、だから結局嫌やなと思いながらも3万円入れてる自分だってことですね。どうしようもないっていう、確かにな。あ、ランキングがいっぱいあるんや。長時間の拘束っていうのも3位に入ってんね。もう嫌いやん、じゃあその新郎新婦のこと長時間の拘束と感じるんやったら、そんななんかタイパーみたいな時代なのかって考えさせられますね。重なったらあれなんじゃ、ほんまに友達が、そんな人の毎週のようにみたいな。まあ基本土日とかですね、毎週末行ってるなとかなると、確かに自分の時間が、で休みも潰れてみたいな、ないか。でも断れはそりゃ、その別に、まあでも断るのがもう無理ってこと。断り、どうだろうな、長時間の拘束と思うやつ断った方がいいやろそんな関係性的に。でも披露宴って大体半年前ぐらいとかから、はいはいはい、招待状が来て、あ、そうやな、そうね、まあ何ヶ月か前かなの場合が多いから、直前に断ることって直前はもうほんまにじゃないですか。直前断りは、そうね、失礼やね。めっちゃ決まって、それこそその席どうすんねみたいな。そうですよね、そこ誰か入ってもらわなあかんしみたいなとかあるしね。席次みたいなね、ペーパー類も作るでしょうし、みんな作ってさ、手作りであれも一個ずつ、それそうやな。だからその長時間見てられへんのよ多分、ほんまに。そんな人もいかん、3分なんよ。そんな人もいかんでええやん。やっぱ3分ですか。3分、お祝い V とかももう3分いきなり始まってほしいしな、もういきなり終わっていく、こんな思うんや。だ、そうやな、20代、まあ、20代聞いてる。でこれは分かるわ、5位、新郎新婦と話す時間がほとんどない。確かに、ほら結局ね、
ちょっとお写真撮りに行こうみたいな、もうパパって行きますもんね、うん、まあだから他の人もおるから、この人の他の知人とかもあるからな、うん、まあまあね、仲いい子だけテーブルごとに行こうみたいになるけどな、行けないみたいな、なるほどね、そうですね、だからあえてなんか私の友達とかは多分余興とかをしない分、お各テーブルを新郎新婦で回って結構長いというか、はいはい、そこでちゃんと喋る時間を設けますみたいな形を取ってる女の子もいましたね、しい、はい、あ、ちゃんと感謝をそれぞれ言えるようにみたいな、そうですね、へー、だからあそうか、まあ、時間の使い方も2時間、まあ、自由ではあるもんなと思いながら、うんうん、あ、なるほどな、そうだからほんまにそれで言ったらその新郎新婦を食べる時間も結局こっち側も何もないもんね、そうですよね、何も食べずにずっと料理が流れていってるだけっていう、ね、でもそこも何の料理にしますかとか試食会とか行くねんけど、はい、自分らが食べることはもうないっていう、まあ、ガツガツ食ってたら嫌やもんな、そうぐるぐる回る時間とかはとんの新しいかもしれないな、別に余興、確かにそうなったら誰の何の時間が流れてんの結婚式って、そのみんなもみんなも食って、なんか時間が過ぎてる、食うてる時間があるんか、あでもそうです ね、だ結構もう披露宴に来ていただく上で、はいはい、お料理を重視してる人がなんか多いなっていう、そうなんですよ、満足して帰ってほしい、なんかそのそこしかないですほんまに、うん、だったらまあ料理が美味しいっていうのはやっぱり大事やなみたいな話してる人、ね、試食行った時もほんまにいいやつにしたいと思った、自分が行った時にもご飯美味しかったなになりたいし、うん、そう思ってほしいから、それかなり重視したかな、飲み物の種類とかね、あそうです、飲み物あんまないなみたいな、嫌やし、確かにそうやねんな、めっちゃのそそ覚えてんの覚えてるもんな、なんかもらったやつで覚えてます、うん、ダブルアートしんべえのなんかそういうお土産みたいなんで、はい、バームクーヘンみたいな、めちゃくちゃうまかったね、何あれって後で聞いたもん、あれ何あれって、へめちゃくちゃうまいかな言うて、すごいですね、記憶に残るほどの、ね、しんべえの器みたいな、引き出物の丼みたいな、あー丼な、そうなんか平べったらお皿多いけど丼あったな、丼みたいな、多分しんべえが自分もご飯好きやから皆さんにもいい丼をみたいな感じかもしれないけど、なんか平べったお皿の引き出物多いけどあんまそんな使う時ないし、めっちゃ家にあってもあれやなって、丼ってでも結局なんか使いやすいなと俺あーええなーと思ったな、もらって引き出物いいですね、その人らしさみたいなのが出てるならより一層、せやな、いろんなパターンのほんまの芸人さんの結婚式やからかもしれんけど、あスパンの水本さんとかさ、もう入場新郎新婦入場で水本さんがなんかマイクでさ持って喋りながらマイクパフォーマンスみたいな、新郎自ら司会じゃなくて喋りながらもう全部のテーブルを行くみたいな、めちゃくちゃ滑ってた、めちゃくちゃ滑ってた、びっくりしたあれ水本さんらしい逆におもろかったけど、あやっぱあそこはやらん方がええんやなって思った、新郎は何も考えたら、まあ確かに一般の人のその結婚式の形式のやつやったら思んないと感じてしまう時間もあるかな、芸人さんやからまあ別に思んない時間があんまないというか、あいやそうですよね、普通の人の上司の人の挨拶とかがまあベタに長いとかのはまあ、まあ、長いね、ほんまやね、それこそ長時間の拘束とか、まあ難しいところですけどね電子で知らん人ばかりっていうのはこれあるわ、ほんまそうやわ、芸人やからさ、はい、知ってるやんほとんど、まあまあね、周りのテーブルの人同士、うん、そりゃ楽しいわ、うん、自分のテーブルほんま何人かしか知らんのちゃう、あでもそうですね、グループに分けられてるの、ね、あ、はい、あだからほんとこのテーブルから動くことないなって感じです、あの他しあの知らない方ばかりなんで、そうやね、ここでほんまに久々に会った子とか高校の同級生とかで集まれたからちょっと喋ってるというか、はい、花が咲いてるなっていう感じですけど、まあ確かになそう思うとちょっとまた雰囲気違うんでしょう ね芸人さんたちの披露宴なるほど、ね、気になりますということで、はい、今回はこの2本立てと偽結婚ラブの話を添えてお送りいたしました、終わってくるねメニューみたいに言ってるな以上ニュースどうなってんねんそれはでした。 ABC ラジオがお送りしていますミルクボーイの火曜日やないか、タイトルが覚えられなさすぎてドラマチックな偽結婚ラブがどうしても頭入ってこなかったな、あとで LINE であれ何でしたっけってその造語すぎて言葉が全然入ってこないね、タイトルとして。他もあのおすすめは
清掃変装の社長っていうのも面白いよっていうタイトル大事ですね。松さんから。あとお嬢様のパワハラ退治も面白いです。もうやめて。なんやねこのタイトルっていう。エロいやつじゃないよねそれ。いやーここからもうスラスラタイトルが出てくるように駒場さんもなってしまいました。ウムソウさんがそれ見てないっていう、もう今や1週間経ったらもう見てないのショックや。あんな言うてたのに展開早すぎる。あんな言うてて、ほんま展開、それこそ展開早い。見てないんや。アンチヒーロー見てるっつってたね。普通のドラマ、60分ドラマのドラマが見たかっただけなの。ただ単に何でもよかったんだ。ではリスナーが言うにはですね、はい、今日はカッコつけた話でメールをいただいています。カッコつけた話、豊中市のサキラブさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私がカッコつけてしまう話、ハレンチ師匠には共感してくれないかもしれませんが、ない、美容院でこんな感じでどうですかと聞かれた時、うん、右向いたり左向いたり開くタイプの鏡を持ってもらって、うん、後頭部や襟足触ったりしてるとき、多分、いや確実に自然とカッコつけた顔になってると思います。これはなんで俺だけ共感ないねあるよ。ある、あ、分からん。サキラブさんがカッコ角刈りやからってこと。そう、共感してくれないかもしれません。いや見るよ、角刈りこそ見るよ。確かに、この後ろも逆にシルエットが、うん、まあまあカッコつけてなんか、まあな、その切ってもらってる方がな、女性とかやったらな、確かに。あら、カッコつける。いやもう昔はカッコつけるっていうか、そう、こういう顔ならなるくない、このなんかあれちょっと下から見る感じ、下から上に見る感じ、うん、なっちゃうんじゃない。わかる。でもそれは、あと小野さんに質問ということで、ミンでもいいという中国ドラマはキムタクさんの夢叶えたろうかが見てほしいレベル100だとしたら、中国ドラマはいくつですかっていう。ゼロです。え、別にミンでもほんまに1もない。1もないの方が気になるでしょ。でも別にその誘惑のためにゼロとか言ってるわけでもなく、確かに見せたとこでまだしたし何も関係ないからねほんまに、うん、っていう厳しめ判定でしたね。逆に気になるかもしれんから、そういったら9話まで無料で見てもいいし、確かにそこから判断はお任せするってことですね。そうね、うん、そう、生活に別になんか潤いとかがあるわけじゃない、そして神戸市シルベスザスワローンさんですね。ありがとうございます。私のカッコつけた話は、うん、何度か食事やお酒を飲みに行った女性に告白する前に振られました。うん、飲み友達になろうとなったんですが、うん、彼女の自宅近くまで車で送った後、カッコつけて車をホイールスピンさせて走り去ったんですが彼女には私がめちゃくちゃ怒っていると思われて、完全に関係が終わってしまいました。平気さを表したつもりだったんですけどね、という。どういう感じやろ、ブーンって感じ。どういう感じやろね、これ。キルキルキルみたいなやつ。あのできるんや。へえ。怒って早く帰ったみたいな感じ。いや確かにあれにかっこいいっていうのもだいぶ前ちゃう。そんな。らしいかもな。トレンディーな感じですね。トレンディーですね、これは。あ、かっこいい、これできるなって。音にびっくりしてまいそうだな。何っていう、そう、急いでんのか、なんかミスったとかも思うかもしれない。もうなんかテンパってる、うん、確かに逆にか空回りてるじゃないですか。昔なんかちょっと俺らより年も上の方やから、あ、昔のドラマとかでそれがかかる、ね、そうやろな、ブーンっていう。だってなんか前もアンケートでそうやったやん、最近の若い子そのやんちゃとか、うん、喧嘩強いとかが別にタイプじゃないもんな。確かに、なんかあったもんね、うん、学生とかに聞いたやつ。普通の子がいい、かっこいいのあれが変わってきてますよね。変わってるよ、これは種類が合わせなあかんね、その時代に、うん、これやめましょう、やめましょう、これね、いいですよ。大阪市の気楽な隠居さん、ありがとうございます。若い頃人生で初めて合いびきで食事に行った時って書いてあるんですけど、合いびきを多分僕が分からんと思ったら、うん、デートでカッコして書いてくれてるんですよ。私はティッシュで口を拭いながら食事をしていましたそれはカッコいいの、それカッコいい。70代の方なんですよ。え、ティッシュがカッコいい時代、分からん、すごいね。合いびきっていう、合いびきはいい響きです、合いびきデートっていうんや、合う、出会う、合う引き、ティッシュで口を拭っていたすごい時代やなそれがかっこいいんや。あー、いいね。お願い、エンディ、ミルカヨ未来のアイディア帳。このコーナーは
未来にこんなアイテムあったらいいな、こんなサービスできたらいいな、そんな新しいアイデアをリスナーさんから募集。我々3人がそれいいな、いやいらんのちゃうと話し合うコーナーです。毎月一つテーマを決めまして、その日一番良かったと選ばれたアイデアは私サワディが責任を持って持ち帰り、 ABC のエンジニアである夫のエンディに提案いたします。では宇都宮博士、はい、今月のテーマは何でしょうか。うん、5月1ヶ月のテーマは買い物です。はい、買い物の時にあったらいいなと思う未来の商品やサービスを募集しております。ゴビなんとかじゃなとか言いたかったゴビ。いやいや、もうこれはちゃんと書いてくれてるんで、ここは丁寧に行きましたね、はい、ちゃんと募集をしてるということで、買い物、買い物です。はい、前回は前回最後の旅行やったんですよ。最後の旅行のでエンディにお願いした一応 BOI がキャリアウーマンの同僚さんの、まあお父さんが昔から海外で働いていて、今海外旅行に行けなくなってしまったので、その現地にいるような感じになる画期的なアイテム作れませんかと、うん、匂いや味覚、現地の風なども感じることができるものがあればというメッセージでした。これは無理でしょう。これについてもエンディからもらってきております。ありがとうございます。ゴールデンウィークに、はい、すいません考えてもらって、実現可能性、うん、いつかはできる。うん、でも行くんや、でも現地の風とかも、うん、でちょっと読ませてもらいます。はい、うん、ミルクボーイのお二人、リスナーの皆様、いつも大変お世話になっております。ありがとうございます。リアルに世界を感じるという課題は、うん、つまり五感を現地に合わせるということになります。うん、これは五感情報通信技術と呼ばれる領域の話で、研究自体は盛んに行われています。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚のうち、視覚聴覚は現代の技術で十分に再現できる領域まで来ていて、ですからこれが VR ですよね、視覚聴覚。あ、そうか。で、触覚もかなり取り組みが進んできました。ハプティクスと呼ばれています。でここまではかなりの精度を出せるようになる日が近いと思っていますが、うん、やはり課題は味覚と、嗅覚です。うん、味覚嗅覚を攻略できれば、テレビにおいても食事や料理のシーンで役に立つので個人的にもチェックしているのですが、うん、残念ながら実現はまだまだ先になりそうです。うん、匂いの数値化や匂いのするモニターなどの研究自体は進められているので、いつの日か技術が完成することを私自身も期待していますということです。すごい、ほんまに博士やんか、こっちの方が。やっぱり難しいらしいですね。私自身も領域とか言ってなんか味覚は結構電気信号でいけるものもあるそうなんですよね。なんかなかった、そういうスプーンがなんか塩味を感じるっていう、うん、減塩してる方に向けた。そうなの。はい、スプーンとか食器というかお椀があって、はいはい、電気信号入れることで味が薄いお味噌汁でも濃く感じる、塩味を感じるっていうものが。電気なんですね、味覚というか、はい、訴えかけるものは。でも嗅覚はやっぱり難しいんですって。ちゃうもんな、それぞれだって。酸っぱいとかしょっぱいはまあなんとなくあるけど、臭いとかのって趣味に入ってくるもんね。そうなんですね。これ臭くないとか、自分のラインがそれぞれほんま味より違いすぎる気がするな。匂い、いい匂い、臭い。はっきりとした匂いやったらあれやけどさ、そのアメリカの匂いとかっていう、そうね、微妙なんが数値化できるのかとか、むずいよな。4D みたいなものは完成された作品に合わせて香りをこう、うんうんうん、なるほど、なんとなく流してる感じなのでできるけどみたいな。あ、まあな、作品やからこそできることかも。いつかはできるんや。すごい、はい、なんかね、あれらしいよ、なんかSF 作家さんかなんかがの言葉で、はい、人間、SF 作家さんかな、人間が想像することは全て実現可能らしいよ。考えうる言葉、事柄は想像できるんやから、いずれは、うん、空飛ぶとか、そんなんとか。ほんなら、じゃあ大体のことはいつか実現できる、想像できるぐらいのことならっていうことね。デカなるとか、あ、だから巨大化とか、いずれね、うん、マリオみたいな、そうそう、巨大化なんかしら可能らしいよ。なるほど、うーん、すごい深い話だっていう言葉を聞きました。なるほど、うん、
面白い面白い買い物よ今月から買い物、はい、新しくテーマになりましたね。買い物もありますね。これにしましょう。じゃあ、奈良県の北の酒場通りさんですね。ありがとうございます。私は服のセンスが壊滅的に悪いようです、うん、こんな服を買おうというイメージはありますが、服屋さんの服が多すぎてどれを買えばいいかわからなくなります。またやっとこさ買った服を着ていると妻からなんかその服嫌やと言われてしまいます。そこでエンディングの願いがあります。一つ、私が持っている全ての服を覚えておくこと。二つ、私の体型を理解しておくこと。三つ、妻の服の趣味を理解しておくこと。四つ、お店に入ったらお店にある全ての服のタグを瞬時に読み取ること。五つ、読み取った状態でお店にある服の中から私におすすめの服を提案すること、うん、かっこ妻に文句を言われない服であることが最低条件になります。6つ、私の持っている服と合わせておすすめのコーデを提案すること、うん、これらを叶えてくれるアプリのようなものを作ってください。ご検討のほどよろしくお願いします。気持ちはめっちゃわかりますけどね、はいはい、なんか似たようなというか、アプリ、自分の家の服を全部撮っといて写真で、うんうんうん、合わせてくれるやつがあるなと思いました。そう、なんていうアプリだったかな、なんかあるのよ。へえ。そうそうそう、自分の取っといたら取っとくね。で、色味とか多分それを AI なのかな、あ、これとこれは合いますよみたいな。そう、これありますやんと思ったけど、でもこの北の酒場通りさんは妻の文句を言われない服であることが条件やから、そこの妻の、好みを入れなあかんっていうのは、まあちょっとそのアプリではまだ無理かもしれない。でも難しいですね。なんか自分の好きなもので選んだとしても、なんか同じようなものが増える、うん、増えちゃったりとかするし、はい、でさらに他の人が好みのものって言ったら自分じゃわからないから、確かに誰かに管理してもらわないと。そう、ね、そう、自分が好きな格好じゃないもんな。だ、結局1個赤い服買ったとしても、その赤に合うもんないやんってなるから、赤をやめるよね。わかります。結局赤に合わせるためやったら、それに赤に合うためのなんかを買わな、また赤やんっていうのになったら、もう、うん、ほんなんもう自分が持ってる方のに近いのでええやって絶対なってまうもんな。大冒険難しいよな。難しいですね。結局なんかワンパターン、もうこれ着るときは下もこれってなんかね、なっちゃうと、なんやろ、不自由な感じとか、こう、そう、ちゃうの着てたらなんか自分だけやのに今日なんか全然合ってないみたいな、上と下みたいな誰も見てないのになるもんな、その感じになりますね、うんうんうん、なんかあれもなかった、なんかサブスクじゃないけど服借りれるやつとか、 ありましたね。そんなんもあるよな。はい、なんか1ヶ月で3着ぐらい届いて、そんなん間違いないんじゃん。そんなんに頼んだら、いやって言われる服ではないんじゃん。どうなります。だ、あるやん、たまにほんま服が行ってもこれ誰着んねんっていうようなさ、まあ、難しいものとか、あれ似合ってる人見たこと、似合ってるっていうか、モデルでもダサいでみたいな服もなんかある時あるやん。なんか奇抜な、攻めた服とか、いや、でも奇抜じゃない、もうなんかこうボタン3つぐらいついててさ、はい、前に男もんです、なんか変な素材でさほんまこれ誰どんな服ですか。いや、ほんま、それこそあの有名なそのユニクロとかさ、はい、自由とかでもあるやん。なんかこんなこれって誰、攻めたやつ、攻めてないねん別に。ほんまただただほんまダサい人用みたいな、おしゃれな人が来たらおしゃれになるじゃん。ボタン3つだけこのなんかちっちゃいポロシャツみたいな、ポロシャツみの襟なしでなんかモフモフのなんかちょっとこう生地みたいなんで、そんな攻めたユニクロある、これなんやねんっていうこれ似合ってる人見たことないぜみたいなでもユニクロとかで飾られてるあの外国人の人が着てるモデルのあの写真めっちゃかっこいい。外国人の人でギリいけてるぐらいのやつ、チラシとかの、うん、大体かっこいい、まあ、大体失敗しないやつ着てたら間違いないんちゃう。でもそれを選ぶのが難しいのかな。そう、いや、もうほんまほんま、自分のセンスで行くと、もう黒いズボンに普通にシャツ、ああお父さんみたいな感じ。まあ、でもそしたら体型に合ってないとかなったりするんですかね。その体型に、それが難しいんや、理解しておくことが2つに入ってる。体型はどうなのね、この人。体重とか入れれるアプリみたいなのがあったらまあいいかもな、そういう身長体重。うーん、確かに体型難しいですよね。なんかネットで買うときも結局試着してないから、ネットの買いもむずいですね。服系ネットで買う、ボンボン買う人すごいなと思うわ。うーん、失敗とか結構しそうですね。しそうしそう、まあ、同じブランドやったらもうメーカー変えたらな、むずいな。そうですよ、だからもう同じブランドしか買ってない俺、ほんまにもう。あ、でも安心感ありますよね。まあ、なんか分かってるもんね、間違いないし。そうやな、買い物系だから、これも
そうね、まあこれまたねキャリアウーマンの同僚さんなんですけど、はい、買い物の、まあ、同じようなお店、服ね、服系の感じで言うたら、ハイブランドのお店に私はたまに行くのですが、うん、店頭に置いてある商品に値段が書いてないことが多いです。気に入った商品は店員さんに値段を聞くしかないのですが、うん、もちろん毎回びっくりするぐらい高い値段です。なるほど。しかし私はなんとなく動じてませんような顔をしながら、うん、お断りするのもちょっと気が引けます。そんな時その商品を触るだけで店員さんにバレることなく自分のスマホやアップルウォッチなどに値段が表示される、またはつけている自分のイヤホンにそっと耳打ちして教えてくれるようなアイテムがあればいいなと思います。そうすればもっと気軽に加納姉妹のようにゆっくり優雅に商品を見ることができるはず。エンディさんよろしくお願いします。ああ、いや服系のね、ハイブランドじゃなくて普通にタグがついてて もちょっとタグ民の幅からありますね。はずいなあれ、なんか奥の方についてたりしてな。そうそうなんですよ。どこどこと思ったら、うん、あの胴体の方、胴体の方についてあるわ。左のなんでそこやねんっていう、完全に値段を見に行ってるもんな。そうなんですよ。でそれ見たと思ったらなんかブランドの変なただのなんとかみたいな、ただのブランドの厚紙やったりするから入ってなくてね、ありますよね、値段ちゃうんかこれっていう。でその後もずっとこうごちゃごちゃ触ってる時になんか試着もできますのでとか言われて、はい、そっとしてみてもらってみたいな。はいはいっていう。 あとねあのザラとか H&M とかのなんか海外の値段表記がなんかあります。なんかねなんドルマークみたいなの書かれててドル18なんとかみたいな、これなんぼやねんっていう。あ日本円じゃないんや。その裏とかに日本円のシールも貼ってあるんだけど、パッとそれが見た時これなんぼやねんこれ。うんありますね。あれ嫌やね。イヤホンがええな。でもこれやったら耳打ち、この案やったな、8万とか。そんなウィスパーボイス86000気のわすねそれ。言ってほしいな。うん、服屋入ったらイヤホン取ってまうな。いや私もです。タクシーも一緒、そのタクシー問題としたけど、服屋でイヤホンしてたらもう完全遮断してますみたいなのがなんかちゃうねんな。申し訳ない感じになってますかね。もう別に買う買わん関係なく撮るっすよね、なんか。なんとなく。でも撮ったら絶対喋りかけ、撮らん方が喋りかけにくんやろうけど、向こう側も、はい、でもなんか撮ってなんかそんなツンとしてる感じになりたくないというか。一応取ってまうな。でも強い人もおるけどね。喋られる。いやしてても喋る人もおるよ。俺店であんま最近もう買わへんねんけど、喋られる？いや全然喋れるよ。はい、全然声かけしてくださいます。そうなんや。イヤホンしてても全然言ってきはる人もおるし、だからその人すごいなと思う。イヤホン関係ないんやこの店員さんっていうのは。強いですね。強店員さん。心が強い。イヤホンしてる人もめっちゃ喋りかけてるっていう。なるほどね。これもありますね。これいいね。うん、欲しいですね。欲しいね。うん、自分だけ値段が分かるような買いといてくれたらいいのにな。でも別にあでも変わる雰囲気変わんのかな。おしゃれじゃないんじゃハイブランドの値段から書いてて、うん、なんかなその方がすっと行きやすいけどな。うん、ではこちら和歌山県のオレンジプラムさんですね。ありがとうございます。家電量販店やカーディーラーなどは価格交渉が必要だと思うのですが、うん、私は控えめな性格なので切り込んだ提案がなかなかできないんです。なので店員さんと直接交渉しなくて済むように価格交渉マッチングシステムがあれば嬉しいです、うん、お互いの理想の価格を入力したらお店側の AI と自分の AI が自動で交渉してくれて、それを見ながら、可否を判断してくれるようなものがあると嬉しいです。うーんなるほど。確かに交渉苦手、得意は分からなくて、ちょっと曲げてくださいとか、これポイントこれつけてくださいとか。そうやろな、これをポイントなんぼで、うん、あーでもいいなそれ。うーん AI がこう言うてますんでねみたいな。それは言わなあかんねや最後自分で。確かに AI こう言うてますね。お店側の AI もあるらしいよ、まあ、AI 同士でやってくれたらいいですよね。こう言うてますねみたいな、ほんなこうしましょうかみたいな。サワディオカンでしたっけ、強いのが交渉に強い、はい、英語関係なく日本語で喋って海外でもめっちゃ大盛り上がりしてますからね店員さんと。何でどうなってんねんと。そういう、ね、メンタリティがあったらいけますけど、私も無理やな。下げる用の値段でされてるっていうことですね。もともと下げられてもいいような最初から。あそうなんですか。車とか多分家電、車も下げてもらえる。車下げるらしいよ。そうなんですか。車、うん、カーディーラー、まあ多分その関係性にもあると思うけど、その何回もそこの会社で買ってるとか。なるほど。とか、うん、でこれこうしますんでとか、そういうで、これ
下げへんけどなんかオプションのなんかつけますとか、ちょっとシート革にしときますとか、そういうこととかなんですかね。でもなんかそれ買いに来てんのに確かにね安くしてーなって言ってる感じってなんかはずいっていうのは分かるよね。はずいわ。でも一方でせっかく買いに来てるからこそちゃんとこう対面でやり取りした方がいいんですかね。そうね、寂しさあります、 AI 同士やったら。確かにそんなこともない。 AI が値下げしてる。確かに言ってて喋らんのもなんかな。うーん、いけんねやっていうのがあるしな、そのなんかほんならそういけんねやわ。なんかこっちのその交渉で人と人とのあれで下げてもらったわけじゃないってことやろ、うん、AI が下げたってことは、ね、確かにいけるんかいっていうなんか人情とか関係ない腹立ちもしそうやなこれはな。おーということで買い物系な今日は3つですね。でもなんかどれもすごく共感ができる値下げか、価格を教えてもらうのか服装ね選んでもらうという3つですけれども、じゃあ宇都宮博士にはBOI ベストオブアイデアを一つ決めていただきます。なるほどね。じゃあまあでもどうなんやろな、エンディなんかできそうな気がすんねんな結構。いやでも一番いいアイデアで大丈夫ですよ、もう博士が思う。エンディを困らせようじゃないからな。はい、いや困らしたいなこれ。趣旨が変わって答えてくれへんようになってくる、めんどくさなって。一番いいアイディア、じゃあ、キャリアウーマンの同僚さんのこのそっと耳打ちとか値段教えてくれるやつにします。価格、ね、触っただけで価格が分かるという、うん、それはほんまいいな。キャリアウーマンの同僚さんには番組グッズ3点セットを送らせていただき、責任を持って私が夫のエンディにアイディアを相談をさせていただきます。引き続きテーマなんですが、5月は買い物で行かせていただきますね、はい、買い物についてあったらいいなと思うもの、サービスについて送ってください。メールは mb@abc1008.com、 ファックス、おはがきでもよろしくお願いします。たくさんのお便りエンディとお待ちしております。今週はこれやがな。このコーナーは綺麗が見える暮らしを楽しむ松原眼科クリニックと、創業100年お立ちの見どころ赤垣屋がお送りします。週替わりでスペシャルな番組オリジナル企画をお送りする今週はこれやがなのコーナーです。宇都宮さん、本日の企画は何でしょうか。はい、本日のこれやがなは元銀行員と元消防士の異色の経歴コンビ、期待の実力派ルーキーの登場やがな。というわけで本日のゲストは、春から芸歴3年目、吉本漫才劇場で活躍中のこちらの方々です。まずはネタからお聞きください。どうぞ。どうも、シャカトラです。お願いします。あのさ、はいはいはい、今度あの免許更新に初めて行くんやけど、ああどんな感じか全く分からんからちょっと練習しておきたくて。ああ俺免許更新センターで前バイトしてたから分かるけど。あ、そうやったよな。ああめっちゃ簡単やで、あれ。あ、そうなん。うん、あ、じゃあ何、その実際に講習とか見たことある？あ、そんな毎日見てたし。なんだその教官が講習する時のサポートするバイトやった。あ、マジで。うん、あ、じゃあちょっと今日リアルな教官役やってくれへん？うん、別にできると思う。あ、じゃあ頼むわ。はいはい。最近はねスマートフォンを触りながら車を運転する人が増えまして、事故の件数が増えていてます。だからねこの免許の更新、はい、はい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 、事故を起こしてる人が多いのって何歳ぐらいですか？うん、まあそれは若い人かな。スマートフォン触りながら運転するのも若い人ちゃうかな。じゃあね、あ、次は。じゃあ、うんうん、僕たち若い世代が気をつけることが日本の安全につながるってことですね。うん、まあまあそういうことかな。じゃあほんまにね、僕は絶対に事故を起こさないって意識してるんですけど、うん、そういうのが大事ってことですね、うん、まあそういうことやね。 あと教官にとって事故とは、あんま真剣に受けんねえ。免許更新やぞこれ。何真剣に受けとんねんてめえこれ。緊張するやん俺。緊張、免許更新の時に教官喋ってる時2時間下向いとけやもう。でも質問がいっぱい、質問ももうあんま答え用意してないねん。
何やねん教官にとって事故とはって事故やろそら。もう周り見ろやお前、他のやつ全員空気読んで話聞いてないやんか。違反者講習やから意識低いかもしれないんですけど、免許更新には意識低く来い。ほんでもう下向いとけ。もうそれはひどいですよ。あ、違反者講習の人らと一緒にしないでくださいよ。マジで黙っとけってお前マジで。違反者講習ぐらいちゃんとやってくださいよ。お前違反者やんけ。はい、何を6点以上減点されてるくせに真剣に受けとんねん。きしょいんじゃボケ。いや違反したからこそ真剣に受けてるんじゃないですか。あ、じゃあお前何の違反してん、何の違反したかここで言ってみろお前。信号無視です。信号無視するやつが座学頑張ってどうなんねん。信号無視はもう人間性の問題や。普通やらへんねん。歩きとかね、チャリやったらわかるよ。あかんけどね、あかんけどわかるよ。でも車も異常者や、お前も異常者やねん、お前。なんでそこまで言われなダメなんですか。お前どんな態度でもいいからもう下向いとけ、もう。いやでも態度悪かったら免許証もらえないじゃないですか。どんな態度だろうと免許証をあげます。今まであげなかったことがない。なんでか教えたのか。この時間は免許証を作るための時間稼ぎやから。ちょ、うん、いやほんまにこんな感じなの。まあ、いたわかるわ。あ、そうなんや。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お席にどうぞ。すいません、失礼します。真剣にやったほうがええやろ。すごい。いや、あれなもん絶対受けたらダメ。真剣に誰も言ってなかったよ。もう切り込んでたな。そうそう、切り込むなよ。絶対に言っとかない。絶対に受けたらダメです。あれ意味ないな。いや、真剣な方がええで、ほんまに。一番意味ないですか、あの時間が。いや、心地よいな。ということで、シャカトラの2人でございまして、はい、自己紹介お願いします。はい、芸歴3年目シャカトラの久保バトル大使です。お願いします。久保バトル大使。はい、久保バトル大使でございます。岡本俊です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。久保バトル俊、大使なの。いやいや、はい、久保バトル大使。何の久保バトル大使。久保バトル大使はもうお前争い事が好きすぎてバトル入れても。好きな。争い事が好きで。どういうそのなんか、なんか対戦ゲームとかってこと？その。まあゲームとかもとにかく勝負事。が好きすぎて。喧嘩とかじゃないよね、そんな。喧嘩しに明け暮れてたとかじゃないよね。いや、そういうわけではないですけど、まあまあ、でも売られたらもちろん買いますけど。そのバトルも、そのバトルもありますね。はい、もっとヤンキーとかではもちろんないですけども。ないよな。はい、サザエさんのあれとかな、俺好きやね、あの話。あれ、あれは僕、まあ、勝負ごと好きすぎて、うん、そのサザエさん僕本編ほぼ見たことないんですけど、うん、最後のじゃんけんは全部参加してる。あそこだけチャンネル変えて。あれ勝負ごと、あれ、あれも勝負ごとです。じゃんけんとかもあれ。対戦成績どうなん？まあ8割負けてます。強いね。強いサザエさん。好きなだけやから。じゃんけん強いお姉さん。ですね、あれが。勝負ごとにはじゃあ真剣に取り組んで。真剣に取り組みますね。ゲームコーナーとかの若手のなコーナーとかあるやんか。はい、ゲームコーナーまあ。劇場入らせていただいて、うん、まあ賞金がありますっていう、そのなんか金一封ですとかなんかあるよな。より勝負に熱くなれるっていうの で買って、うん、でまあ言ったらあれですけど、その金一封ほんまないねんって言われた時ほんまにちょっと怒りました。勝負ごとに嘘はなしで、ほんまに毎回あると思ってたんや、ね。はい、初めての時はないないね。なんかでかいイベントとかやったらな、勝ったチームにとかなんかね、あるけどな、勝負ごとに嘘もた。嘘はやばいやん。あ、怒ってあれ一応言ってるだけやで、あれこそ言ってるだけやで。あ、そうなんですか、うん、あれ本気でやって笑いゼロでしたね。勝ちに行って、あ、勝ちに行ってもって勝ちに行きましたね。はい、そんな感じなんや。そうなんですね。あんまなんか劇場でね、俺会ったことあるけど、うん、あ、前説僕たち前説めっちゃ受けてるやつだね。重宝されてるやん。あ、ありがとうございます。はい、ます。M1 のネタとかもなんかめっちゃおもろい。あれやったよな、なんか言ってたよな結構、まあ、準々決勝までね、はい、そうやで、 M1 行かせていただいて、はい、キングオブコントもだって結構すごいね。そうですね、準々決勝まで、はい、行かせていただいて、すごい3年目で、はい、へえ、すごい。どっちが変かわからん。今日のもさ、はい、久保バトルの方がまあ変でも岡本がまあ変やん。でもツッコミではあるわけやん。あ、そうですね、はい、それ M1 の時のネタとかもなんかそういう感じだったり、なんかめっちゃ岡本がバーしゃべるとか、ね、僕らないなくてあんまね。そうですね、ネタによってそうやんね、なんかその変な人がないんやん、自在な感じするよね。そうですね、ネタによって完全に変わる感じ、期間がおかしいっていうネタやんな、なんか全体的に、ね、あ、基本そんな感じ、ね、だって宣材写真俺初めて見たけど、これな、はい、これマジで俺はじこんなんやってええんやと。これはヘルメットを見て、はい、宣材写真、はい、裸、上半身裸でヘルメットめっちゃ持って、はい、岡本が
コスプレ警察、コスプレ警察の格好して寄り添ってるっていう、はい、これ正式なやつ、その万劇だけのやつ、いやもうこれはもう正式なやつ、はい、えなテレビで誰かがシャカトラの話したら、はい、これがポンと出るわけ、もうこれが出ます、はい、やばいって、うっすら近江住宅みたいな、なんか近江住宅のなんか横でな、なんか感じでも見えるし、そうですね、全先輩に変えた方がいいと思います変えるなら今やで、変えるなら今のうちやな、ぜひ見てほしいな、はい、聞いてる人はね、これ伝わらないですけど、いや見ていただきたい、吉本で検索したらこれが出てくる、出てきます、吉本のホームページはこれやろな、いけたんや、このなんか潜在写真撮るとき一斉にみんなで撮るやん、こう、はい、次々次々次、はい、ボケへん雰囲気やん、まあポーズとかギャグある人はやるけど、はい、ここまで大ボケしてるのってあんまなくない？そうですね。止められへんかったんですね。そうですね。これ撮ったのが NSC 時代、NSC 卒業したてぐらいの時に、NSC のもう壁で、結構もう普通のカメラで撮ったみたいな、あれだったんで、もうちょっとでもやっぱり一番面白いと当時思ったのがこれだったって。どんなコントすんねん、こいつらって思うんですね。そのコントがあるわけじゃないんでしょ？全くないです。はい。絶対やらないです。シャカトラってなんやねんっていう。はい、ちゃんとしてそうやのに。そうですね。でさっきも言いましたけど、はい、元銀行員と元消防士。はい。そうです。岡本が銀行員。ええ、こっちやん。元銀行員さん。岡本の方がだってでかいやん。でかいし。岡本身長なんぼ？もう今181ぐらいある。消防士やん。銀行員。元銀行員で、はい。まあ、髪型はもうザ銀行員みたいな。ああ、そうやな、ね。清潔感ある感じやもんね。変わってないです、ずっと、はい、相方も、うん、本当に今派遣社員、あ契約社員、今も派遣社員で働きながら芸人をやってる、やってるんですか、はい、まだそうなん、今はい、営業をしてます普通に、だからその感じちょっと芸人とは違う空気感なんやな、そうですね、なのでちょっと一線を隠してる感じ、それもやめて芸人一本とかで入ってきたわけじゃないんや、あそうですね、ちょっとあの普通にバイト代わりに働きつつみたいな感じですね、はい、でもずっとこの格好で営業とかも行ってて、はい、で営業終わってライブ来るとかがほぼ毎日なんで、はい、ずっと この格好というか、ずっとそうですね、セットアップみたいな、私も行ってる格好で、はい、でたまにテレビ局とか行かせていただいて、ネックストラップとかつけるじゃないですか、はいはいはい、全員がその AD さんとかやと思って、若手芸人が社員さんみたいな、そっちの雰囲気がまだ社員さんに見えるんですよ、完全にありますあります、劇場とかめちゃくちゃありますね、その何の仕事してんの、そのバイトっていうのは、そうですね、なんかあの学校、もう銀行関連でも全くなく、はい、なんか学校とかに、うん、なんかクラウドファンディングのシステムを営業するっていう、すごいな、最新のことしてる、はい、大阪とか大学とかも、じゃあもうちゃんとやっぱあれ、大学も一応関学に行ってました、はい、ああ、そうなんや、なるほどな、関学から銀行でっていう、なんで芸人になろうってなったん、もともと もうお笑いやりたくてですね、うん、でも大学時代からずっとお笑いやりたくて、うん、でそれで一旦親孝行のために一旦銀行入って、うん、でそれで3年やって NSC 来たっていう感じです、へー、はい、親は何も言わんかった、いや親は号泣してまして、号泣、はい、僕も絶対拒否されると思ったんで、もう事後報告にしようと思って、なるほどな、お母さんに電話をして、うん、僕その時東京にいたんですけど、うん、大阪の実家のお母さんに電話して、ちょっともう辞めることにしたと、うん、みたいな、なんで、うん、みたいな、でちょっと何すんのって言われて、いやちょっとお笑い芸人になろうと思って言った瞬間もバーって号泣、電話で号泣して、でもそのまま一旦ちょっと電話切るわってなって、うん、でその時実家に僕と弟が、あのお母さんと弟がいたんです、はいはい、でちょっと弟にもちょっと一応言っとかないと、うん、お母さんが急に泣き出したら怖い、なるほどなるほど、で弟に電話したら、うん、俺芸人なんねん、ああそうかみたいになったら、その奥からその爆音で階段を駆け上がってくる音が聞こえまして、お母さんがバーンって入ってきて、弟の部屋にバーンって入ってきて、お母さんが弟に向かって、あんたと、なんか兄貴がそのお笑い芸人になるとかほざいてると、あんたがあの兄貴に続いてなんか夢追いかけるとか言ったらお前のこと殺すからだすごいな、夢追いかけれなくなって固定された固定されて、まやん、その分もちょっと頑張らないといけないっていう、うわ、はい、逆に3年やったから岡も安心してたろうしな、もうそうですね、もうちゃんと余計親孝行じゃなかったかもしれない、その3年からそうですね、生実家3年ちゃんと銀行でやったから、もうちょっと安心した状態できたんで、そうやな、そうですね、もう今はでも、もう応援してくれて、今もすごい応援してくれてます、はい、M1 で準々決勝の時に結構認めてくれてすごかったね、結果出てきたらな、はい、喜んでるやろな、よかったです、クボボトルも僕も消防士を3年消防士っぽいよな、3年やってまして、消防士ってだって体力大変じゃないの、上で硬いな、やっぱな、このはっきり正面で見たことなかったけど、見たらバキバキです、バキバキさすがにバキバキです、そうなん
ちょっとええの分かるわ。胸とか。いやもうごつい。ああすげえ。シャツ越しで分かる。キューってくぼんでる。はい。で僕消防士の時ほんままあほぼ坊主、まあ今の駒場さんみたいな短い髪型にしてる時、僕よう言われるんです、駒場さんに似てるって。確かにめっちゃ似てる。髪型も一緒 で教官、あの消防学校の教官が、あのミルクボーイさん知ってあって、で駒ちゃんって呼ばれてて、そこまで教官にコマちゃん、コマちゃんって呼ばれて、コマバンの愛称で呼ばれるんや、はい、でみんな、なあの呼び捨てでめっちゃ怒られたりするんですけど、コマちゃん僕だけちょっと柔らぐな、ちょっと柔らぐですね。相手の眉毛と目のこの眉間の感じがすごいわ、うん、よく言われますね。唇ちょっと厚めというとか、はい、よく言われますね。ちっちゃいコマちゃんって僕は言って頑張ってたと、はい、それはもうじゃあ現場でもやって出たの3年やってたってことは、もちろんやってます、ね、はい、現場3年やったんで出動もしてましたね。大変でしたけども、親号泣です、もちろん、芸人になるって言った時はどっちも親泣かしてるやん、すごい親泣かせのコンビですね。それもずっとなりたかったの、芸人には。芸人はずっとなりたかったんですけど、うん、もう中学ぐらいの時から、まあ、高校生の時にその彼女できまして、彼女、ほうほうほう、彼女のこと好きすぎて、まあ、そうやな、その時はな、もう結婚したいってなってほうほう、もう芸人あかんやん、公務員とかならなってなって、もうすぐ大原行きまして、あの本気になったら大原本気になったんやん、はい、あれでも消防士になろうと思って一回芸人諦めておーおー、で消防士すぐ結婚するためにもなために専門学校入って、1ヶ月ぐらいで彼女に振られまして、うわーで、そういうことか、もう入学金とかもう授業料とか払ってもらってるから、で親に今からやっぱちょっとやめて芸人になるわとか言うから、うん、とりあえず一生懸命頑張って一回消防士になって、うん、でまあはい、3年やって、うん、まあまあ前の相方に誘われて、うん、芸人やらへんかって言われて、あ、じゃあやるってなってやめましたね、はい、で NSC で出会ってみたいな。あ、そうです、そうですね、まあ、結成時代は1年卒業してからなんです。してからか、はい、そうか、元々別で組んでて、そうです、元々ありましてっていう感じです。へえ、すごいな、一緒くらいな、ええよな。俺子供がさ、めっちゃ消防車とか好きでさ、はい、はいはいはい、はい、前通ったら絶対止まるのよ、もう消防署の前とか通ったら、はいね、見せてくれたりしはるよね、消防署の人。もう中乗せてあげたり、そう、乗せてくれたりとか、へえ、あれすごいよな、あれって どこの消防士もそういうなんかあれなのかな、あ、もうもちろんそうですね。なんか幼稚園の子とかがこうキャリーみたいに乗ってくる時とかもさ、はいはいはい、前通ったら遠足とか、はい、そのちょっと外出る時とか散歩の時とか、はい、あのキャリー何人か子供が乗ってるカゴとかで乗ったまま消防車見せてくれたりとか、そうですね、見せてるよう な、ね、あれな。ただ僕1年目のもうほんま消防署配属されてもうすぐぐらいの時に、うん、まあ、前子供が幼稚園の子がバーって来て、はいはい、なら僕、まあ、ペーペーなんで、うん、久保なんかあのちょっと子供来てるから、うん、消防車見せたってって思って、で、あ、こんなんあんねやと思いながらこう乗せてあげたりして、うん、僕子供好きやから、うん、まあ、嬉しかったですけど、ガ、うん、ーって指令なって、あ、その時にそうか、指令なって、うん、ほんで僕パニックで、で、え、子供まずいっぱいおる、でも自分着替えてもう準備しなあかんってなって、はい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 、その運転席に座ってるそのまま4歳ぐらいの子供にどけパニックが、そうなるよな、わーってはしゃいでるからタイミングでほう言ってくる人どけって言ってまいりましたね、もうパニックなって思って、あ、確かに早着替えなあかんし、早着替えなあかんから、そう、あれ乗せてくれるもんなんや、なんか俺もそう、俺もなんか帽子かぶらしてくれて乗せて、俺も乗せてもらったよ、ね、そうなんですよ、俺も抱っこしながら消防車はしご車はしご車乗ってほんまに駒場さんそのままに消防車いっぱいいますね、この髪型なんか帽子かぶって似合いますねってめっちゃ言われた、はい、そのまま行きますやんみたいな、マジで行きます、降りそうやもんな、見てる方がいます、優しいよね、でもはしご車ぐるっと回らしてくれて、あー、そうですね、なんかその洗ってる時はなんかそう調整してる時やったけど、ここがこうでとかなんか結構見せてくれる、消防署の人優しいなっていう、その時も出動がなったら、それなんか並んでよかったわ、どけって言われた、ドラマなちょっともう、どけって、駒場さんでも言うてる、掘り出されてたろな俺、はい、最悪連れてった戦力なるそうだよ、なんかもったりできるからな、なんかいけそうじゃないですか、なんかもったりとかできるから、でも異色のすごいね、だからちょっとあれか、年齢は26歳と28歳で、そうですね、同期やったらちょっとじゃあ上の、僕上の方です、大相方は、はい、僕は大卒と同じ年なんですけど、はい、はあ、すごいなこれ、はい、でもなんかいろいろアンケートもらってるんですけど、はい、岡本くんが悩んでること、はい、困ってること、はい、
何ですかこれ。いや、僕あの普段、うん、その芸人よりも、うん、その地元の友達とかを結構大事にさせてもらってまして、結構なんで高校、うん、大学とか地元とかの友達と遊ぶことの方が圧倒的に多いんですよ。はい、今も今も全然遊びまして、はいはい、でそれをちょっとまあなんかあの例えば風水の谷口さんにご飯誘っていただいた時に、うん、ちょっとあの地元の友達と水炊き行く予定があったんで、ちょっとまあそれで断らせていただいたんですね。ちょっと申し訳ない。そしたらちょっと岡本変やでって。そうなんですよ。で周りからも変やで変やでそれって言われるんですけど、いやちょっと至極当然のことをしてる人があるんですけど、これどう思われますかっていうところ。いやなんか、まあ 変やな、そんなやつはおらん。変ですか。やしその芸人の先輩とか後輩とおる方が楽しくない。そうなんですよ。いやまあ地元の友達も楽しいけども、はい、なんか普段の感じで言ったら、はい、一緒に芸人の方行く方が楽しいやん。そうなんですけど勉強にもなるし、はいはい、僕地元の友達めちゃくちゃ面白くて、これまっすぐ面白いね、はい、マジで島津、僕の島津とか島津、名前出すな、島津芸人じゃない、はい、芸人じゃないんですけど、めちゃめちゃお笑いセンス高くて、はい、やっぱすごい楽しいんですよ。あそれは、はい、笑かす方じゃなくて笑かされもするやん。いやもう全基本笑かされてるみたいな。そういうやつやな。ここでその一言出るかみたいな。すごいな、今勉強になってます、すごい。はい、おもろい、おもろいけどな、もうそれは。あでもまあじゃあ別に変えなくても別にいいですよね。面白い、いいですよね、あれです。いや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 、島津とはいつでも遊べるかもしれんけど、その先輩とはそのタイミングしかないってなったら、あ、まあね、島津ごめんなは言えるけどな。そうですね、まあでもちょっと島津を先に予約してる場合は、まあ、島津も普段忙しいしな。そうですね、島津も、はい、結構仕事で働いてるんで、やっぱ島津ちょっと悪い、島津地元やねんから。なるほど、分かりました。ちょっとじゃあブレないようにはいいね、はい、ニュータイプニュータイプニュータイプ、今の今のあれちゃう。俺らぐらいまでは全然そうおもろいなって言われるけど、はい、メッセンジャー黒田さんとかは無理かもしれない。そうですよ、島津なんでって言ったら何やそれ。いや何やそれってなる。そうなんですか。当たり前ミルクボーイさんより上の方に誘っていただいた場合はもうちょっとさすがに、うん、それは島津ごめんなで、ね、かもしれない。当たり前、そこでちょっと分かりました。ライン引きます。ミルクボーイさんでライン引かしてもらいます。おもろいな。クボバトルはやっぱおかしいと思うよ。もう絶対おかしいです。こいつ、あの、別に、1月三が日で、はあの森の前を挨拶いただいて、はい、で、まあ、三が日なんて絶対にその間、時間空いて、はいはいはい、芸人、先輩に誘っていただけるんです、はい、こいつ、ちょっと、あの、島津と初詣行くんで、島津やん、いや、そうですね、また島津やんか、先輩の誘い断って、いや、正月やったらみんなあるやんな、おみくじ、絶対あるじゃないですか、そこで盛り上がってみたいな、なんでそうなんねん、もう予定入れてんねや、もうちょっと予定入れてまして、断れ、入れんな、まず、最大値、おもろい、でも、岡本やからなんかおもろいな、別になんかいいな、何やねんってならへんな、あ、よかった、それ、大事してそうや、ありがとうございます。それをちょっと、はい、バックボーンにこれからも生きていきます。ありがとうございます、でそんな岡本が久保に相談せんへんのあんまり。はい、僕あの、まあ、相方が僕に相談しないということなんですけども、うん、もう完全につながりましたこの話が。え、あ、そう、はい、あの相方、まあ、ネタ書いてくれてるんですけど、はい、まあ、あのネタをこのショーレースのネタをどうするとか話し合うじゃないですか、はい、基本コンビで、はい、で、まあ、じゃあ今度の何々どうする、うん、これ大事やなっていう話したら、うん、はい、あ、これあの島津に相談した結果これでいくことになったって決まってるんですよ。島津とネタ聞いてる。それはあかん。岡本、いや、そら、それはちょっと、エッセンスですよ。そこまではトリオ、エッセンス程度ですよ、それは。すごいな。それも全部はもちろん島津には軸足置かないですけど、最終チェック。僕の中でまあこれぐらいでいいか、まあ、これでいいんちゃうかっていうのをしっかり考えた上で、最後のチェックは、まず島津。まずバトル行ったらよ。なんでやねん。本当の最終調整で久保バトル。でももう本番直前ぐらいに久保バトルっていう風なルートで進ませてもらってます。こいつ島津通すんですよ。それ言わんといてほしいしな、その別に。言わんでいいですよね、僕にまず。自分で決めたで。なるほど。島津は僕はちょっと反省点です、はい、でも島津は聞くんでしょ結局。いや、そうですね。だでもちょっと最近言ってけへんやってなるよな、島津からしたら。逆にいや、そうなんですよ、ここから言わんかったらちょっと求められてないんかなみたいな感じになっちゃうんで、島津に気悪いよな、それ。そうですね、そうはならない。島津にも筋通さないと。島津芸人ちゃうねん。大事にしてるもんな。ずっとついてる作家じゃないんだよ、ね、島津にもネタ見せたりとかするの。ならなんかいや、もう動画をちょっと送ってどう思うとか、やっぱその芸人に見せるのも大事だと思うんですけど、はい、もちろん芸人にも見せるんですけど、まあまあね、ちょっと一般の感覚を。なるほどね、
方の感覚、これ大事だと僕的に思ってまして、それは分かんねんけど、そうですね、ちょっとそこは大事にさせてもらってまして、腐るほどあります、島津の話は。まあでもそう、やっぱり、あのちょっと久保がちょっと変っていうのもあるんですよ。俺はそう思ってたよ、その、そうですよね。お前も変やで、それはそう思ってた、久保の方がまともに見えてきた。この島津、島津も変なの、はい、もうこれでちょっと久保に相談するのやめようかなと思ったことが一回ありまして、それもあるんかな。久保から相談されて、ちょっとこれ大丈夫なんかなみたいな相談されて、どうしたんって聞いたら、久保がなんかそのエロサイトあるじゃないですか、なんかエロサイト、何言い方じゃないですか、そんな言い方やねん、エロサイト、それぞれのそれぞれのそれぞれのまあイメージするエロサイトがあるじゃないですか。でそこでなんかそのポップアップみたいなんで、これ OK かキャンセルみたいな、なんかこれ以上の先のページ進むにはこの OK ボタン押さないいけませんよみたいなっていうボタンがあって、絶対詐欺のボタン、絶対詐欺のボタンみたいなのがあるんですけど、もう絶対みんな押さないやつなんですけど、それを OK を久保が押しちゃいまして、エロい動画を見たくて OK 押しちゃったら、そのままあの iPhone のカレンダーが4年先までアラビア語の予定で埋まったって特殊なやつで特殊詐欺どういう嫌がらせやねん、それ聞いて OK ボタン押すようなやつにちょっとあんま相談したくない。あ、確かに押すやな、押しちゃったんですよ。これはあかんやつかどうかは分かるもんね、だいぶ分かります、そこで。はい、がなかった、そこはストップできなかった、できなかったです。 OK どうして、 OK やったら OK やったらもう見るよっていう OK と思ったら、えぐわーって急になんか怖いなそれ、予定いっぱいぐわーって、えそれここその入っていくのがもう見えてんの、あのなんかなんか画面の上になんか通知みたいなの来るやろ、もう、今この瞬間から4年先までいっぱい入ってるから今見てる間にの今から何々の予定ですみたいなアラビア語多分いっぱい出てるのが、ぐわーって通知来て、あカンカンカンと思って、カレンダー見たら4年先までアラビア語、今日もそれ断ってきてますから、もう言ってもらわないでこれ飛んできてますから、消されようになってるとか変になって、もむっちゃ調べて消せました。うわーよかったな、なんとか消せました。変やな、嫌なんすよね、そういう、確かに、それは全然、うわちょっとどっちもなんか気になるな、すごいな、ちょっともう時間がね、この岡本のなんか海外旅行が行ったこといっぱいあんねや。あります、あります。国名言われたらそこで実際に経験した他で聞いたことないエピソードすぐ返せますとか。返せます返せます、めっちゃおもろいやん、よかったら何でも、国名だけ言っていただければ。はい、サーディアル、ウズベキスタン、ウズベキスタン、あのホテルの窓に爆竹投げつけられました。怖っ、行ったことあるんや。はい、これありますね、速さあるんや、すごい、です、怖っ、これめちゃめちゃ怖かったです、これは行ったことない、馴染みないからなお怖いな、怖うわちょっといろいろ気になりますけども、ウズベさんが宮脇ヒロさんになりつつあるって、これめっちゃ気になる、ちょっとだけいいですか、なんでこれラジオなんであれなんですけど、ちょっと僕のあの待ち受けがこれウズベさんなんですよ。なんで、これなんかむっちゃ神々しいんですよ、なんか確かに奥行きがなんか潜在なんですけど、すごい神々しいんですよ。これあのタイムキーパーの秀樹さんも今これにしてるんですよ。なんでこれあの宇都宮さんにあのパチンコギャンブルあんまするなと言われてると、秀樹さんがで、それをもう体に染み付かせるために待ち受けにしたら抑制できるからって、これにしたらしいんですよ、スタートは。ほんなら新人賞、タイムキーパーさん、漫才協会大賞、新人賞取って、そっから運気がいいってなって、それを聞いた僕が、これにしたら、このラジオ決まったんですよ。これすごいな、このラジオ決まった。やめてくれよ。これやめてくれよ。で、今これ僕、あの、同期、後輩に教えてます。今8人ぐらい、8人ぐらいいるんで。すごいな。でも僕も1週間前、島津とのツーショットで待ち受けにしました。ええわ。すいません、じゃあ、単独ライブ、初単独ライブのお知らせお願いします。はい、すいません。5月23日木曜日、はい、19時半から吉本漫才劇場にてシャカトラ初単独ライブ竹猿というのがございますので、竹猿、はい、配信もございますのでよかったらお願いいたします。はい、お願いします。はい、いいね、初単独やからね、初単独でございます。はい、これもだから初単独がもう1回しかないから、はい、そうですね、これもぜひ見に行ってほしいね。はい、はい、お願いします。ネタ10本ありますので、1本やりますんで、はい、漫才もコントとかももう基本全部コントで、コントなんや、はい、本漫才やらせていただきます、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでゲストのシャカトラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、今週はこれやがなでした。 ABC ラジオがお送りしています、ミルクボーイの火曜日やないか。
それではリスナーが言うには参りましょう。かっこつけた話で今日はいただいております。はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。こちら大阪府のベランダバルコニーさんですね。ありがとうございます。かっこつけた話ですが、実はもう違うところに働いているですと、うん、2年前に私は某有名な広告代理店に転職しまして、はい、友人や家族周りの人からすごいね、羨ましいわなどと言われ、うん、私はいや、そんな大したことじゃないでとカッコつけていました、うん、実は入社してみてめちゃくちゃ辛くて早々に転職してしまい、周りからはお前は丸々で働いてていいよな、やっぱ大手はちゃうよなとまだ言われ続けていて、うん、その時はまあまあやでと適当にまだカッコつけてしまっています。家族にもまだ言えていません。一回カッコつけてしまうとなかなか戻れなくなるので、もうカッコつけるのはやめようと決めました。ほう、すごい今まさに、家族にもよう、でも行けてるねんな、まあ、会社行くわって言って、でもなんかの書類とかバレへんのなんか家来たりか、ね、なんかの届けとか、そうですけど、そういうこともなく、振り込みとかがなんか給料とかが全然ちゃうところから振り込まれてるやんとか、そうやな、まあ、自分で管理してあるのかな、奥さんが水に、そうかもしれないですね。これいつまで行くよこれ、ベランダバルコニーさん、ちょっと辛いですよ抱えんの。周りはまあ最悪100歩譲って後で、そうですね、ね、徐々に埋めていくとして、家族どうする、家族どうする、これはもう言いましょう、ちゃうねんっていう、うん、いや辛いもんこんな抱えて、ほんで働いてるわけやからいいやんな、次やってないとかやったらええけど、もう転職して一応ちゃうとこで働いてるんやから。でもおそらく2年前ぐらい早々に転職してるということなので、はいはい、そうやな、そうか、うん、あれこれずっと遅いか、長くなればなるほどちょっと言われるから早く楽になりましょう。これは今日言いますか、うん、これは言いましょう、今日の終わりに、今日の6時に言いましょう、うん、時間指定で、うわーすごいな、頑張ってくださいいや、まだまだメッセージも、たくさんお待ちしております。はい、はい、カッコつけて話お願いします。M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリ。このコーナーは抗菌防カビ気になる匂い取りがお送りします。 M1 グランプリ2019王者であるミルクボーイさんと、東大出身でミス東大にも選ばれた私澤田彩香の王者2組が雌雄を決するため、あらゆるジャンルのクイズで対決するコーナーです。本日ミルクボーイさんチームの代表は駒場さんです。はい、お願いします。ということで司会は宇都美さん、お願いします。はい、お願いします。ちょっとねやばいんですよ、サーディが4勝、はい、ミルクボーイチーム1勝ということで、僕に至ってはもう1回もシーズン2勝ててないということで。あ、そうなん。クイズ王宇都美さんが、サーディ3連勝中ですから、なるほど、これは離されへんように頑張ってください。いいスタートダッシュです。さあ、では本日のジャンルです、はい、トレンド、お笑い、ドラマ、イントロ、芸能、私は誰、そしてリスナーさん 1,2,3 となっております。はい、では先行後攻決めてください、はいはい、最初はグーじゃんけんパー、やった、あ、え、やった、何したっけ、サワディ何出せたっけ、あ8割チョキ8割チョキかうわぁ、そうや、うん、そうか、じゃあ、あ、でパー作戦は追ってた、そう、作戦は当てたんですけど、なるほど、もうこれを忘れるな、今日はちょっとパーにしようと、はい、なるほどなるほど、決めてました。ここメインじゃないのでここから戦いは始まっているということで、じゃあサーディ決めてください、どうしようかな、芸能、お、芸能、はい、わかりました、お願いします。では芸能の問題です。5月3日に放送された最強スポーツ男子頂上決戦2024にてモンスターボックスで優勝しトレンド入りしたお母さんと一緒、はい、でも駒場さん、駒場さんのが開いてましたね、はい、なってないけど、え横山大輔お兄さん、違います。サーディ
誠お兄さん。正解。お兄さん違い。お兄さん違い。お母さんと一緒って言ってもね、うん、お兄さん違いや。お母さんと一緒、12代体操、12代目体操のお兄さんといえば何お兄さんでしょう。誠お兄さん、誠お兄さん、福尾誠さんですね。横山大輔さんもうちょい前なんじゃない？だいぶ前と思う、うん、この前あったから、そのお兄さんといえば横山大輔お兄さんやって思ってすぐ言ってみたけどなんかそれぞれの世代のお兄さんがいますもんね。お兄さん、そうだよ、知ってた、あの見てたんですけど。あ、そうなんや。ただモンスターボックスまで 見られてなくて、ほうほうほう、その後の競技から見てて、あ、あのでもその時なんとかお兄さんとか別に呼ばれてるわけじゃなかったから、一瞬分かんなかったですけど。若い人ですか、福尾誠さんで。はい、まだ、はい、そうだと思います。最近のお兄さん、誠お兄さん、12代目の。12代目か。サーディが取りました、よかったさあ続いて、一か八かドラマにします。おお、もしかしてドラマチックやったら勝てるから、もしかして偽結婚ラブやったら勝てるから。さあ何のドラマなんでしょうか。ではドラマの問題です。5月4日に放送されたドラマ花咲舞が黙ってないの自習予告で登場を匂わされている別ドラマの主人公とは誰でしょう。ちょっと見れてないなこれ。何それ、そんなことあんの。ね、あの今田美桜さんの、ね、そうですよね、うん、もともとアンさんかがやってて続編みたいな感じですね。別ドラマの人が匂わされている。そうやねん、でもね、原作の、あ、そういうことかが一緒で、原作にはほんまに登場してるから。でも全然、え、うん、原作は一緒で、ほんまマッチヒント言いますと、原作の小説には、小説なんや、その人が出てきてるんですって、ほんまに。サーディ、酒井雅人さん。おー、その、ドラマの主人公とは誰です。はい、サーディ、半沢直樹。正解。が、半沢直樹、原作が同じ、そうなん、池井戸潤さんで、原作小説には、半沢直樹が登場してる。そうなんや。でも予告に映った背中や声は堺井雅人さんではないようで、ネット上では誰が演じるんだという期待の声が上がっているそうです。違う、ちゃう人が。なるほど、うん、ね、半沢直樹も小説やったら違うもんね、タイトルはね。あ、そうですね、うん、なんか花のなんか銀行なんちゃらみたいなね、はい、花咲舞が黙ってない、うん、で池井戸潤さんのドラマ原作の小説です、はい、それはそのままです。そのままタイトルじゃなかったです。あ、ちょっとちゃ そうか、小説ではタイトルなんや、ね、下町ロケットとかもそうですよね。違う、下町ロケットもそうじゃない、あ、違うわ、え、下町ロケットもそうですね、池井戸潤さん。あ、幅がすごいんですよ、すごいよ、いろいろあってんで、やばい、2-0、これはちゃうかったね、ちゃうかったやん、ドラマボックスじゃなかったなじゃあトレンド、わ、でもトレンドも偽結婚ラブの可能性が見るかよトレンド、じゃあドラマチックな、わ、え、渋い顔してますね、宇都宮さんが。いや、僕これはちょっとトレンドは知らなかったですね。うん、なるほど。でもまあ結構むずいね、今回のクイズは全部むずいかも。全部難しい、うん、そうなんですか。トレンド、トレンドです。トレンド、はい、わ、はい、かりました。ではトレンドの問題です。近年の話題ワードで、電車やカフェで周囲はガラ空きなのにあえて隣に来る人々は何と呼ばれてるでしょう。うわ、これ見たことあるけど、確かにね、なんかね、周り空いてるやんっていう、なかったなその時に、え、ここ座るかっていう、うん、とか逆のやつもあるんだ、どいてよっていうやつもあるんだ、もう横空いたんやから離れた方がお互い楽でしょっていうのもあるけど、うーん、なんだろう、もう適当に、ソーリー、密着族。あー、違います。でもまあ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 、そんな考え方ですけども、違いますね。なんかな、確かにちょっと見た気がするな、このニュース。相性というか、うん、ニックネームみたいなね。はい、うん。
ほうさん。ぴったり半。ひょっこり半じゃなく、ぴったり半。めっちゃポップな感じに仕上がりましたね。違います。これはちょっとむずいね。はい、ぴったり半。で、横にぴょってくるわけですよ。めっちゃ嫌ですね。じゃあヒント、カタカナです。うん、カタカナなんや。サーディン。ビタビタ。あー、違う。でも、ポケモンみたいな。でもそんな、うん。で、4文字です。おぉ。ビタビタ。ビタビタみたいな。4文字。うん。カタカナ4文字。はい、ヒントいきますか。まあ、隣っていうのが、はい、キーワードですね。コンさん、横取り横取り。違います。あ、横取りじゃないです。うん、最後は伸ばし棒。サーディ、ネイバー。ネイバー。ネイバー。違います。伸ばし棒。え、隣が隣がヒントで、最後伸ばし棒。あら、もうコンさん、隣。あー、惜しい惜しい。コマさん、隣。違う。惜しい。トマリ。違う。トナ。サーリー。トナル。違う、惜しい。トナラ。正解。あぶねー。トナル。トナラ。トナラ。シノラみたいな感じで。やっぱでもラ、そういうことですよね。いいなー、されるかと思った今。PR 的なことないな。トナラですね。何がトナル。トナルは違いますよね。トナルは絶対取られたと思ったよ。隣で、隣、トナラやね。ほんまに。トナル。さあ、2対1。うわー。じゃあ、お笑いに、こう近づきたい。お笑い、わかりました。お笑いの問題です。白桃ピーチヨピピが、5月1日、コンビを結成を報告しました。そのコンビ名は何でしょう？なんか、X で見た、ね、気がします。おいこと知らなかったね。ああ、うん。まあヨピピらしからぬっていうか全然関係ない名前ね。それ可愛い名前とかじゃないです。逆に難しいですね。うん、これ駒場さんお願いします。確かに見たは見た。皆さん見ました見ました。見た。これは出したいな。こんなんかなみたいなのもあります。難しいですね。ヒントいきます。らしくないね。うん、ヒント、全部漢字です。コマさん、劇団なんとか。劇団、劇団白桃。ちゃうねな。ちゃうか。白桃とかピーチとかヨピピとか入ってないです。サーディン、これよろしく。あー、漢字でね、はい、違います。ヤンキー、これそういう当て字とかでもない、ある、ないんですか、うん、実際にある言葉。サーディ、チンジャオロース。うわー、違います。なるほどね。漢字でもなんか難しい、はい、ぐちゃぐちゃしてる漢字の書き順がめちゃめちゃ多い。サーディ、チミ毛量。あー、違います。ほんまに多いけどさ、あれ。サーディ、すごいな。バラ。あー、違います。そういうなんか難しい漢字とかではなくて、違う漢字3文字。なんで。うわ、これはちょっと、そうね、だからなんかこう芸人としては験担ぎという意味ではちょっとどうなのっていう。コマさん、準決勝。違います。あー、コマさん、準優勝。正解。あー、大変なチャンス、大変なチャンスありましたね。サーリー、準優勝。そうそうそう、準優勝なんかね。準優勝でも見た気がするけど、ね、いや、うん、見たか。再結成ニュースが多かったからなんかバーってなんかなったよね。苦情とかもあったり。そうね、あ、準優勝。そうですね、サイン困るね、これ。準優勝って書くのわざわざ。準優勝、確かに。なあ、ということで2対2。うわー、よし、ついですね。サクッと追いつかれてしまいました。さあ、あとイントロ、私は誰、リスナーさんの 1,2,3 です。私は誰もあるな。リスナーさんでおすすめありますか？ね、おすすめ、いや全部いいんやけど、はい、ちょっとなんかテンポ良さそうな、はい、がありますね、1個。リスナーさん1が。じゃあそちらを。
お願いします。はい、わかりました。ではリスナーさんの位置こちら、京都府からいただきましたラジオネーム木津川ギャンゴさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。問題です。痛くて早くて残って挟んで疑うものは何。痛くて早くて残って挟んで疑うものは何。いいですね。まあ、あるなしクイズのちょっと変形版といいますか。痛くて。痛くて、痛くて早くて残って挟んで疑うものは何。残って挟んで。うん？うん？うわ、何やろ。いい問題。痛い。なんかありそう。うん、ありそうですね。なんかめっちゃありそう。早くて残って。ソーディー。え、な、何というのは、うん、あの、ものは何でしょう。体の一部。え、うん、口を挟むとか耳を疑うとか。あ、いや、全部に共通する1個があるんです。共通する1個。コマさん、口。違います。どっち。あ、マジどっち。今コマさん目。違います。サーディ耳。正解。めっちゃ耳でした。そう、耳が痛い、耳が早い、耳に残る、耳に挟む、耳を疑う。耳が早いって何。なんか噂とか。なるほど、よく回るってことか。目やったら残るとかはないんかな。目に残る。そうですね。目に残るってなんか、そうですね、言葉ではないか。目に、目を挟むとか。なるほど。耳。いい問題でした。か、確かにいい問題。さあ、さあで1ポイントリード。うわ、じゃあ私は誰。うわ、ちょっとこれは気になります。ちょっと前もね、なんかこう順番に言っていくと急に分かりやすいのがあったん で、 で、ね、ちょっと僕チョイスで順番変えますね。で、私は誰の問題です、はい、プロフィールで誰か当ててください。いきます。はい、70歳。続きまして、高知県生まれ大阪育ち。コマさん。まどかひろしさん。正解者。何がうつみチョイスやねん。いや、これがもう後だ。いや、だってさ、一番わかりやすいって。あと本名は篠原義彦やぞ。ああ、まあまあまあ、すごい。ヒット曲は無双花やから。確かにそこが急に階段すごい高いやん、そこボーンって、うん、うわ、コーチね。そう、でもまどかさんって70歳でいらっしゃるんですか。そうですね。これもすごいですよね。あんまりそう見えないですね。見えなからそのイメージなかった。いや、俺らがまどかさん会いすぎて、いや、コーチといえばなってるだけで、まだまだ全然コーチのお話をよく聞くからっていうね。はい、70歳で高知県生まれで、ね、イメージなかったです。早い方やな。はい、めっちゃ早いと思います。この界隈の人は思い浮かべて70でグーンってしまって、ね、でプロレスの大ファンっていうのがありましたね。あ、そうなんですね。で、愛子さんの父親と友人関係、これもなんか言ってはったな。まどかひろしさんでございました。結構遠い目のやつだ。最後や。さあ、あ、この音が鳴ったということで最終問題です。これに託されてる、あとリスナーさん、ニートさんとトレン、イントロですね。サーディ逃げるんですか。サーディ逃げんのか。サーディこの状況で逃げんのか。イントロ。イントロでいいですか。そうだよな。リスナーさんもめっちゃいい問題ですけども。そうだよな、サーディ。もうこれは受けて立つしかないと思っています。よし。そのプロレスラーみたいな。ほのかさんのプロレス好きから。さあ、ではイントロの問題。でもな、強いからな、サーディも。いきましょう。この曲のタイトルは何でしょう。あ、嘘。早い、サーディ。嘘。あ、ちょっと待ってください。歌わせて。嘘。あ、はい。サーディ、花になれ。違います。花になれ。花になれ。嘘嘘嘘。え、違います。絶対こんなんですよ。絶対始まりフランプールさんの、フランプールさんの花になれ聞いてください。そうか。歌ったのに。そう、もう一回聞きますか。もう一回お願いします。え、そうそうそう、これ。あ、長い長いよ。長かった長かった。え、タイトルこれやんね。え、ちょっと待って、やばい。結構流れましたよ。花になればっかり流れる。いや、私もです。うん。いや、でもあるね。あるよね。結構流れました。始まりちゃったね。うん。
なんやねん。ふん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 。もう一回聞いていいですか。もう一回。もう一回お願いします。ここまで来て、やばい。最近で一番遠い。だいぶ歌ってるわ。もう一個長いの行きましょう。ここ先で一番遠い。これ取らな、絶対。サーディ、君に届け。正解。うん、もや。追ってたんですよ。だからフランプールさんは追ってて、映画君に届けの主題歌でタイトルが君に届けでした。花になれというのはあるんです、ね、また別の曲、はい、別の曲です、フランプールさんの。あ、これちょっと幅広げなあかんな。そこの世代攻めてなかったな。確かにな、ちょっとな。2010年。あ、2010リリース。あ、じゃあ自分が悪いだけや。それは世代とかじゃない。悪は自分が悪いだけ。それは全然アンテナ低いだけ。何にも悪くない。わー、でもちょっとマジか。あー、でも初めて決めたかったですね。もう、あ、そうやな、はいはい、いやめっちゃ悔しいです、ね、正解の言い方やったもんな。いや恥ずかしい、うん、めっちゃ恥ずかしい。やり直したい。うわー、そうか。でも俺はピースよりマシだと思います。ピース、お使いピースより全然マシ。あれ一番恥ずかしいから。あー、すごいな。サワリーの勝ちです。でもギリギリの戦いでしたね。もうちょいこれはアンテナを張らない。これやばい、5-1やもん。シーズン2強い。でもこう圧勝とかはないので、ちょっと今後どうなっていくのかがわからないところではあります。引き続きリスナーの皆さんからのクイズ問題募集しております。メールは mb@abc1008.com、 ファックス、おはがきでもお待ちしております。以上、M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリでした。ミルクボーイの火曜日やないか。それではリスナーさんから届いたメッセージを紹介するリスナーが言うにはです。今日はカッコつけた話をテーマにいただいています。はい、そしてね、これちょっとテーマとは違うんですけど、フォンシェさんがね、また送ってくれてるんですよ。分析班。そうです、分析班のフォンシェですということで送ってくれて、うん、あ、先週はね、サワディのじゃんけんを分析してくれたですが、はい、今週は、先週宇都宮さんからイントロの正解率もうデータで出してほしいなという依頼がありましたので、あ、はいはい、私はゴールデンウィーク中なのに、妻は仕事、娘は幼稚園で暇なため確認してみましたという、うん、ありがとうございます。そして放送中にと思いましたが、思いのほか時間かかりました。過去約2時間と書いてます。そしてデータを確認するだけで面白くないので、作家の津村さんはどんな基準で曲を選んでるんだろうと思い、よく出る曲の年代も合わせて調べてみました。お、2000年から2015年が多く、サワディが小学生以下でギリギリ知っていそう、かつミルクボーイのお二人も20代以下で曲を聴いていそうな年代に固まってる気がします、うん、なるほど。2000年から2015年のヒットソングを予習しておけば役に立つかもしれません。すごい、すごいな。イントロ対決分析、ま、ね、対戦数が、うん、まあ、毎回サワディは毎回やから、で私は 46% の勝率です。かなり勝ってるんじゃないですか。でも駒場さんも19回で9回勝ってるんで 47% 俺低いやろ、ほらちょっと苦手、うん、28% イントロが入ってきてから勝率が減ってるということか。もともと知らんっていう曲がだいぶあるからね。そしてだから野猿をやってくれっつってんのね。全く野猿が出てこないから。あー、でどの年代が多いかもちゃんとその年代を X 軸で Y 軸にその出てきた回数も書いてくださってますね。すごいな。あ、ほんまや、なんか2010年前後が一番、そうやね、多いね、多いですね。フランプールさんも2010年やったな。だからここにまた位置が追加されたってことですね、多分。好きなジャンルに固まって聴いてるっていうのが、だから幅広く2010から2015を押さえとかないと、うん、津村は攻略できないっていうことですね。あ、そういうことです ね、 そうね。だから今からちょい夏メロを、じゃあ、うん、そうなんですよね、バランスよく聴いた方がいいということでしょうか。なんか印象残ってるのって絶対あるけど、そう、今日のとかこう自分が聴いてたジャンルと違ったりしたら同じ年代でも聴いてないからな。そうですね。サワディがすごいと思うけど、小学生ぐらいの年代やのにこう食い込んでいって、俺ら20代以下やったらまあまあ聴いてても全然あれやけど、下から上の曲聴くってあんまり、うわー、どうなんですかね。食い込みで言うたらすごい。でも多分私のこの勝率が半分ぐらい、はいはい、で撮ってるイントロは
多分中学高校ぐらいの一番聞いてた時期のものかもしれないです。なるほどね。まあだから最初で答えれへん時点で津村の勝ちやから、ね、そういうことですよね。そうやね。だからあの一勝でいきたいねんな。いやだから今日も悔やまれます。今日のね津村の勝ちや今日は。うわー、うん、まあほんまでもそうやね、そこやねんな。長いので当ててもしゃあない。そうなんですよ。もうそれは14で当てなしゃあないな。イントロはそうです、ね、ありがとうございます。これはそうやね。ちょっとデータ出たからね。ありがとうございます、うん、ポンシャン。毎回この有志出るときは絶対その曲を聴くという復習するというのはやってるんやけどね。でもそれが出るわけじゃないしね。もう一回出たらただただ噛み締めながら聴いて帰るだけですよね。そうそう、確かにええ歌は多いな。ええ歌多い、うん、ありがとうございます。お忙しい中でありがとうございます。ありがとうございます。そして、格好つけた話ですね、大阪府の花黒パンダさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。今から20年ぐらい前、会社の女性8人で人気だったアジアンカフェで女子会をしました、うん、飲んだり食べたり楽しく過ごしました、縁も竹縄になったところで幹事の後輩が寄ってきました。食事代が思ったより高いとのこと、そんなに食べていないのにと思いましたが、そのお店は飲み放題コースがなく、みんなが飲みたいものを飲んだ結果高くなってしまったようでした。当時7年目でしたが、女子会の中では一番年次が上だったので、うん、年次順に傾斜をつけた食事代が7000円と言われ、うん、払うしかありませんでした、うん、こんなに食べたり飲んだりもしてないけどと思いつつも、分かった払うわと先輩風を吹かせカッコつけてしまいました、うん、おばさんになった今、同じシチュエーションになったら食べた量で傾斜つけてと言ってることでしょう。なるほどね。傾斜って言い方面白い。食べた量で傾斜つけてよ。いや飲み放題はいいかなね。絶対そうですね。絶対飲み放題いいかな。ないとな。割りやすいし、一人なんぼとかで絶対いけるから。そうですね。分からんままにこう行ってしまうのが一番危険ではありますね、うんうん、ほんま俺奥さん今初めてご飯行った時めっちゃ酒飲むんやけど、そんな飲む人って知らんかったけど、俺も別に分からなかったから、はい、自分も飲みたいし、飲み放題にのある店をめっちゃ探して、はい、予約してそこでご飯食べたけど、マジで飲み放題にしてよかったと思った。こんな飲む人おると思ったから、これ普通にいっぱい制の店やったら絶対払われんかったなと思ったな。そんなお強いんですね。めっちゃ2人でめっちゃ飲んでも、飲み放題にしてよかった。もう飲み放題絶対探さ。飲み放題でどんなもんだ、何本ぐらいの。いや999円とかもあるし。そうか、下はそれぐらいからありますか。1時間500円とかもあるし、60分500円みたいなのもあるしね。確かに。でちょっとあのここまで行きますっていう幅広げたら値段になっていったりしますよね。あ、そうそうそう。あ、じゃあの種類を、はい、種類ちょっとカクテル増やせますとか、はい、ワインも入りますからとかもあるけ けど、でも1000何本とかちゃうか、大体あるとして。あ、そうなん。そんな結構安いんや。絶対安いよと思うけどな。まあめっちゃ飲む人からしたらやけど。でも飲み放題の時間切れてからどうします。あー、そこね。はい。帰るかどうかってこと。いや、2時間なら2時間で。はい、2時間で。でもまだ喋り足りないし、はい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 、ご飯はまだ残ってるし、あるし、飲み放題終わりました、ね、終わりました、うんうん、したらもう単品になるんですよ。あー、切り替わんねや。でどれぐらい行くかっていうかそうやな。だからそれお店によっては、もう飲み放題これで終わりますけどって言ってくれた時に、いっぱい頼んどきますって言ってくれるたりするとこがあったりする。それも飲み放題分として換算するので、1人よかったらもう3杯ずつぐらい言っといてもらってもいいですよみたいな。優しい。そうやったらもうそこで容赦なく、そう、あ、じゃあお願いします、ね、お願いしますやし、例えばロックにしとくとかも、あ、焼酎とかでももう濃いのに、濃いめにしといてくださいとかで、あととかやるけど。そんな飲み放題後に結構行くっすか、そういう。なんか前後輩と2人で差し飲みした時に、飲み放題終わりからも飲み放題ぐらいのペースで頼んでて、後輩やから、あ、私がごちそうするけど、そうそうなんや、大丈夫かな。しかも日本酒やって、それ。なるほどなるほど。グラス一杯が結構高いの、はい、1000弱ぐらい、だからするとかね。いけるかな。そわそわしちゃって、なんか気になりながら、いやな、それ。でも恥ずかしいなと思いました。ここはこうかっこよく、でも、はい、な、おごりたいなと思って、ね、いけるかな、いけるかな。もうこっちが酔うてる暇ないっていうか、そうそう、もうこっちもちびちびしか飲まんっていう。そうなんですよ。財布、そんな財布なんぼ入ってたんや今って。でも財布ここで見んのもちゃうし、なんぼ入ってるやろ今って。ちょっとスローペースに自分は助かるね、飲み放題は助かります。なるほど。ということで、まだまだメッセージもお待ちしております。
それでは引き続きカッコつけた話、メールご紹介していきます。はい、こちらね、大阪府のわちゃたんさんですね。女性の方、ありがとうございます。私は倹約家の方ですが、ブティックなど素敵なお店も好きです、プライスを見てちっちゃなバッグにプライスいいですね、プライス、ちっちゃなバッグに6万円のタグがついていても、安とつぶやきます、声漏れありの安です。でも買いません、高いですから、これ結構カッコつけですよね。たかたかって繰り返すのはとても嫌な感じだなと思うからです、カッコつけさせてもらってていいですよね。あえてのこのブティックの空気に飲まれない形で、安い、でもそうやったら買えよってなるけど買わへんねんもんな、買わへんねやこの人で、余計バレてるやろ、出た後にバレますって、わちゃったんさ店の人に、あの人安って言うだけやね、たかもな、たかは言わんでええけど、もちろんそら店でたか心の中でめちゃくちゃね思うときありますよね。なんか高ってある。なんかほんまに脳内でほんま高ってこうなんかすごいびっくりびっくりみたいな感じになるとき。アラレちゃんみたいに字出るような高って。確かにな、安って言って変わんのはちょっと恥ずいかもしれないな。でもカッコつけですね。これはね、カッコつけ。かましてる、店にかましてます。アヒルゴールドさんですね、ありがとうございます、私は時々出かける際、10年以上前に購入したミラーレス一眼レフカメラを持って写真を撮ることがあります、はい、これは写真が趣味なのではなく、せっかく持っているカメラを使わないともったいないという貧乏性なだけで、決して写真撮影は得意ではありません、しかしスマホ撮影が主流な昨今、カメラを持って撮影していると目立つので、この人なら上手に写真を撮ってくれるに違いないという期待をビシビシ込めて記念写真の撮影を頼まれることがあります、そんな時に下手ですがと言っても謙遜だと取られるので、思い切ってもちろんいいですよ、なんせ私はカメラが趣味の女ですからという態度で快諾します。これが私の精一杯のカッコつけです。あーでもなんかカッコつけてんな、みんなわかる気もしますね。なんか別カメラ趣味はなんかね、別物ですみたいな感じだもんな、私別物ですっていう、まあ、絶対この人は撮り慣れてるやろうとかで、撮り慣れてたら構図もパッと浮かんだりするかなとかはやっぱ思っちゃいますよね。詳しいって思うもんね、あれ持ってるだけで。でも内心こういう方こんなんでも出来上がった時バレるんちゃうの、てかスマホやからな、スマホで撮ってくださいやから、あスマホで頼まれんのかいな、そうカメラ持ってる人やからうまいやろうっていうね、撮るとまあまあまあすぐバレるやろな。あれどうですか、あの撮影したもらったりした時とかに確認してくださいって確認は結構する派ですか、皆さん。あんまりなんかまじまじ見ない、俺まじまじ見ないんやけど、あんまりなんか目とかつぶってないなぐらいですかね。このもう一回言っても絶対言えない、人に頼まれて、あ頼まれて、あ頼んで撮ってくれて確認してくださいねって言われて、言われた時かな、だから頼んでか、だからの時にまじまじ見て、いやここちょっとちゃいますって絶対言えないじゃないですか。あそれは無理ちゃう、それは言えない。やったらもう見ん方が、見ん方がとか、あいいですいいです絶対いいんでって言ってなんか返すみたいな。いずれにしてもそのほんまにちゃんと見るのかっていう、どれぐらいのターン見るかっていう。頼む時でどういう時、私も逆に頼まれて、あ見てくださいねって撮ってあげて、でその代わりに、あの撮ってもらったんで撮りますよみたいな声かけてもらって、みたいなパターンはあって、その時にそう確認してくださいみたいなのはありますけど、言われてでもパッなんかあ目つぶってないんで変じゃなかったらもうね、大丈夫ですっていうぐらいですかね。あんまり長々なんか見るのも知らん、結構前確認してた人がいて、俺撮った時にほんまに確認するんやっていう、撮ったやつを、あで別に何も言われへんかったけど、ほんまに確認するんやねっていう、これ変やったらもう一回って言われたんかなっていうのかな、あんま確認せえへんけどなと思って、まあ目つぶったらね、それハプニングがあったらあれやけど、ブレてるとか、そうですね、指入ってるとか、結構確認しますねっていう人おったな。何枚か撮ってくれる人とさ、あ、一枚きりの方といらっしゃいますね、横も行っときましょうみたいな、あれも個性が出ますよね。そうやね、めっちゃいろんな人おる。だからなんか子供とかやったらな、歩いてる時にいやなんか撮ってくださいって言われて、あの一緒に撮ってくださいって言われて、で違う人が僕が撮りましょうかっていうのはめっちゃあるんやけど、だいたいその、まあ、1枚やん普通。そうですね、ほなその人が横も行っときますねとか、いや1枚にしてくれよそのあなたの誰の優しさやねんそれっていうそういうことね、
私あのおはーさの SNS 担当の女の子が写真なんか写真撮りますって言って321ありがとうございましたって言って321の時にシャッターを押してるんです。あ1かで3枚撮ってるんです。あ数の旅撮ってるってこと。3、2、1枚撮ってたってことね。はい、で0でカシャやと思うじゃないですか、はいはい、3、2、1カシャやと思ってたら3、2、1終わりましたえってなって、はいはいはい、どういうことどういうことって3枚3、2、1で、珍しいね。そういう撮り方ってカウントダウン、はい、そう枚数なんやそれでした。ぼーっとしてますよね。じゃあその3、2、1の顔はね割とそうなんですよ。カシャで決めるから3、2、1はまあまあまあっていう面白い。違うないろいろな、うんそして長崎県の柴龍さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます、25年近く前の学生時代の話です、うん、当時私は居酒屋でバイトをしていてこの同僚の女性に片思いをしていました。かなりクールだったその子は他の男性スタッフとはプライベートな会話があまりない中私は唯一と言っていいほどよく話す関係だったのですが、うん、ある時別の女子のバイト仲間から丸々ちゃんは柴龍さんのことお気に入りらしいよと言われそこからさらに自分の気持ちも盛り上がってしまいある日のバイト終わりに自分の気持ちを伝えました。あら、うん、すると向こうは驚きながらも、最初に出てきたのは、私がお気に入りって言ってたのは知ってるんよねという言葉でした。それを耳にした途端私はこれはいけると確信をしテンションも上がったせいで、うん、思わずうんお気に入りから本気にさせればいいんやろと今やドラマでもめったに聞かないような歯が浮くほどカッコつけたセリフを吐いてしまっていました、うん、一応そこでは告白は成功したものの、うん、そんな臭い生きった言葉からスタートした恋愛は始まってたった2ヶ月ほどで自然消滅という何ともダサい形で終了しました。もう続きそうやね、ねえなんかそれも笑い話になってますぐらいの感じかと思ったら確かにうまくいかなかった。本気にさせればいいんやろよう出たなすぐ確定の時はそんなこと言ってまうんやよう出たな多分分からんかったらそんな言わんで、ね、もしかしたらいやそうですね言わんよそら確定やから言えねいけるあちょっと嫌じゃないですかお気に入りから本気にさせればいいんやろってよ。どうお気に入りやったとしてもまあ、お気に入りだったら別にええんか好きやってかっこよかったらキュンとするんじゃない、まあ、うーんそうなのどうだろう私は嫌です。下がるポイント下がるマジそうおしゃれな好きなんじゃないなんかエンディーも言ってたやんなんかエンディー何も言ってないその脈拍が上がってましたみたいないや、まあそれははいアップルウォッチのね画面でってありましたけど、うん、お気に入りから本気にさせればいいんやろうがダサいかな何でしょう俺が強いんですかね。俺が本気にさせればいいんやろっていうこの、うん、そういうのは好きな人もおるしあ好きな人はいらっしゃると思いますよ、ねはい、お気に入りありがとうの精神がなくなってるってことね、うん、俺がな好きにさせちゃったんやろなんかうんそう、うん、確かに難しい問題です確かになちょっとつけてますね、そして片に小西さんありがとうございます。私はデブなのですがこれ毎回面白いねそうだ小西さん広島から東京本社に転勤した時ファッション雑誌を見てやっぱ東京で仕事する人は素肌にシャツを着ないとと思いなぜか素肌にワイシャツを着て出勤してしまいました。が通勤の電車で汗をびっしょりかいてしまい、うん、会社に着く前に乳首が透けて見える状態でやっぱり高いいいシャツでないと素肌に着ると吸水シートみたいになりますねあそうやな、これがもしうまくいったら靴下を履かずに出勤しようと思ったのですがやめました、うん外見でカッコつけるのは大変です、うん、いいですよその私はデブなのですが枕肩に小西さんなんかどんな肩なのか想像しちゃいますね肩に小西確かにな安いワイシャツやったらもう好き好きやろね絶対肌着てくださいこれはあかん、ということでまだまだ、メッセージもお待ちしておりますお待ちしてます ABC ラジオがお送りしていますミルクボーイの火曜日やないか程よく入んの俺好きやでなんか銭湯行ってちょっとサウナあるわって言ってほんま1分ぐらい行ったらあーつーもでよーみたいなのは好き、うん、あ私もですけどもなんかこれがなんかこの後水と繰り返して鉄次さんに言われたんや水風呂入れ言うてあかんあかんほんまこれ肩まで入らなこれ繰り返すねやって言われてまあな時間も決まってますしね何分鉄次さんに言われた鉄次さんのフォローちょっと珍しいここじゃないやろえー同じ ABC で番組もあるのにいやもしかしたら鉄次さん聞くかもしれんやん全然あるなそうですね先週だけにしとかんとそうですいやでもあれはほんまに鉄次さんに言われたんや
言われたらしゃあないからな。あかんあかんって言われて。いや、いいですいいですってはもう言われへんねや。いや、だから大笑ってて俺もう、いやいやそんなもう、いやいいでしょうって最初言ってたのボケやと思って。うん、その別に水風呂入らなあかんっていうルールはないやんか。そうですね、自由ですからね。自由やん、はい、いやいやもうちょっと冷たすぎて無理ですって、あかんあかんって言うから、いやいやなんでもう無理ですよって言ったら、いやマジでマジで、ほんまのトーンやった。哲司さんに、うん、哲司さんに言われた。また言うてる。だいぶ前、ほんまだいぶ前。2週に渡ってしまいましたね。そうですね、カッコつけた話なんですけど、加古川市のそろそろ玲子さんですね、男性の方。ありがとうございます。40年ぐらい前のお話ですが、彼女と六甲山からの夜景を見に行きました、うん、その時に私が彼女に言った言葉が、ここからの夜景は世界で2番目に綺麗らしいので、彼女はへえそうなんや、じゃあ1番はと聞いてきたので、私は〇〇ちゃんの瞳に今映ってる夜景らしいよと言いました。どやかっこつけてるやろ、大きい声では言えませんが妻ではありませんって書いてスマじゃないんや。そろそろ玲子さん、いい哀愁メールやね。結構でも皆さんちゃんとそのデートとか告白シチュエーションでちゃんとカッコつけますね。いいね、うん、そうやな。ちゃんと聞いてくれてるから、これは嬉しかったんじゃない？その相手の人は。じゃあ一番はってさ、もう嫌な予感するやん。ああ。聞かんやん。言ってほしくなかったら。って言うくらい。確かに察しちゃうと、あの、うん、あそういうことねってなんかスルーしなかった分女の子は。優しいのか、うん、まあ、好きやったのか、ね、どっちかかもしれないですね。そうか、瞳に映ってる夜景、そうやな、 君がとかじゃないよね、うん、夜景で一応くくってはいるっていう、うん、君が一番綺麗よとかじゃないんやな、うん、確かにな、ややこしいよね、君の映ってる瞳が一番綺麗よっていうのはあんまピンとこないかってんけど、まあ、もう それが今僕が見てるから綺麗ってことか、それを見てるのが自分、そういうことですね、まあ、自分が見てる夜景がいいね、はい、瞳の中の夜景、かっこつけて、かっこいいね、いろいろありますね、うん、ありがとうございます。他にもね、みんなかっこつけてたんですけど、あ、いっぱいあった。なんかやっぱ女子系が多いね、女子の前でかっこつける男子が多かったですね。かわいらしいですね、かっこつけてま、うん、ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。この後3時からは裏の裏まで裏川ですが始まります。今日はナジャさんがパートナーです。それではそろそろお時間です。さようなら、さようなら。